Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kofun, or burial mounds in Japan. According to the website issued by Kyoto University, one of the most leading universities in Japan, it says about Kofuns as follows. Kofuns are the tombs of powerful people in ancient Japan. They were built in the form of mounds from the 3rd century to the 7th century. This period is called the Kofun or tombless period. 京都大学発行のウェブサイト英文版によれば次のようにあります。古墳は豪族の墓である。墓である。墓である。3世紀から7世紀に作られたものである。この時代を古墳時代と呼ぶと。が本当にそうでしょうか?まずこんな事実を知っていただきたいと思います。UK のエイブベリーから日本のサイトバルに向かって線を引きます。その線は卑弥呼の財宝が見つかっている沖ノ島を通り、続いてほんの少しエラーがありますが、太宰府天満宮を通過します。沖ノ島でのエラーは 2.5 キロ、太宰府天満宮でのエラーは560メートルです。なお、その沖ノ島は伊勢神宮内宮からは 270.00、つまり真西にあります。また、宇佐神宮からサイトバルは 180.00、つまり真南。宇佐神宮から太宰府天満宮は 270.00、つまり真西の関係にあります。さらに、宇佐神宮からサイトバルまでの距離は 156.30km。また、宇佐神宮から太宰府天満宮までの距離は 78.02km。つまり、その距離の比は正確に2対1の関係にあります。邪馬台国九州説は、これらの3つの地域、つまり、宇佐神宮説、太宰府天満宮説、そしてサイトバル説の3つで現在も争われています。つまり、こうした事実を皆さんはどうお考えになるでしょうか?ただ単なる偶然とお考えになるでしょうか?そうです。偶然かもしれません。また偶然というだけで終わってしまうかもしれません。事実、私がこの事実を発表してからすでに3年になります。が、何も動きませんでした。何も変わりませんでした。皆さんお考えになるのは、まず第一にですね、ここでなぜ UK のエイブベリーかということではないでしょうか。なぜエイブベリーなのか、どうしてエイブベリーなのか。つまり、サイトバルとエイブベリーは、9700キロも離れています。が、そのエイブベリーは、この日本ランドと深く関わっていました。特に、日本の前方後円墳とは深く関わっていました。それをこの動画の中で説明しますが、それがわかれば、この日本ランドは、まさに私たちが神々と呼ぶエイリアンによって設計された国土であることがわかっていただけると思います。というような、回りくどい言い方はやめます。日本の前方後円墳はエイブベリーと同じカレンダーでした。称して前方後円墳カレンダー説。それをこの動画の中で詳しく説明します。まず二つの前方後円墳を紹介します。この二つの前方後円墳は二重の枠で囲まれています。まあそれだけ重要な古墳ということになります。まあ、日本では、この2箇所だけですね。私が知る限り、二重の枠で囲まれている古墳は、このホドタにはもう、その隣にもう一つありますけども、そちらも二重枠で囲まれています。これがモレですけども、ナオミ・ビケイさんが、これは前方後円墳の大型ではないか、というふうに教えてくださいました。これが大変な、また、なんて言いますか、重要な謎を解く鍵になりました。左がモレのコンセプトですね。で、右が凸型の日本の前方後円墳のコンセプトということになります。モレの方は地面に潜り込んでいる。一方、日本の前方後円墳の方は外に飛び出しているというわけです。つまり、
作り方は、まあ、正反対ですけども、その目的は同じということになります。で、双子山古墳、先ほど、二重の枠で囲まれていた古墳に向かって、モレーから線を、まあ、直線を引いています。そして、右上から来たのが、モレーから引いてきた線です。このモレーから引いてきた線は、まっすぐと、この双子山古墳を二つに割ります。すなわち、この前方後円墳は、モレーの方向を正確に向いているということになります。が、それだけではありません。下の黄色い線は、大線量と、それから、モレーの中心部をつないだ線です。その直線が、まあ、その双子山古墳のすぐ横を通り抜けます。エラーはご覧になっての通りです。まあ、こういう関係にあるわけですね。で、左は甲府の長子塚古墳ですけども、こうして円形部と、そして、まあ、四角い部分とですね、そしてその近くには円形の、まあ、日本の場合は円墳があります。前方後円墳の多くには、その近くに、まあ、円墳があります。そして、モレの方にも、やはり、大型の円墳があるということになります。で、前方後円墳は、カレンダーである。というふうに私は説いていますけれども、その、なんて言いますか、使い方の一つが、まあ、この埴輪なんですね。この埴輪をぐるっと、まあ、周りに並べることによって、毎日、その埴輪の上に何か、何らかのトークンをですね、目印を動かすことによって、日、月、季節、そして一年を知ったということになります。この方式はエイブベリーと同じです。と同時にフランスのカルナックの方式と同じです。エイブベリー、カルナックではその目印のトークンが見つかっています。例えば、前方後円墳の周りにですね、埴輪をざりと並べておいて、そしてこの場合は時計回りに一番下が冬至、それから春、夏は夏至ですね。そして秋と来てまた冬至に戻る。例えば 91×4 この埴輪を置けば364。そして何らかの形で1を足せば365。すなわちトランプカードあるいは地座のピラミッドと同じ方式だということですね。その一つの、まあ、証拠と言いますか裏付けがこの青塚古墳にありました。で、この青塚古墳の周りには埴輪が並べられていました。そしてその数は354の半分、すなわち172個見つかっているわけですね。まあこういうふうに、まあこれは復元図と言いますか、ですけども、こうして数えていましたら、その数がですね、出てきました。そしてまあ2メートルごとに、このような埴輪が置かれていたということはですね、2日に1度何らかのトークンを動かすことによって、まあ、なんて言いますか、日にち、季節、そして年を知ったということになります。まあ、176個ですかね。1個足りません。ごめんなさい。176個、まあ、あったというふうに言われています。2倍しますと、まあ、352になるわけですね。そして、まあ、177個であったんじゃないかと思います。そうすれば354になるわけですね。純粋退院歴の1年の日数と一致します。同じようなコンセプトで作られていたと考えられるのが、ラオスのジャール平原です。同じように壺型の、まあ、こうしたものが置かれてですね、トークンが置かれていたと考えられます。で、日本の前方後円墳の場合はですね、これは磐田市で見つかった簡易天文観測装置といいますか、観測装置ですけども、これは、まあ、現地では友というふうに言われています。弓を射るときの腕に巻く、まあ、防具のようなものですね。しかし、それは防具ではなくて、この先をですね、北極に向けることによって、北極星に向けることによってですね、太陽暦として、まあ、機能した。すなわち、前方後円墳は、の、いわゆる、のエラーをですね、こうして太陽を、まあ、北極星を見ながら調整したということになります。で、この下には何か台があったはずだということを最初に私は予測しましたけども、台付きの同じものが、群馬県にあります。長野県で展示されていました。で、こうしてですね、この円を通して、東西を知り、そしてこの鴨の橋の串る先をですね、北極星に向けることによって、簡易天文観測装置として使いました。という説明も、もうすでに1年以上も前に動画化してありますので、詳しくはそちらでご覧になってください。
で、これが簡易天文観測図です。背中の部分には星、北斗七星の五星が刻まれています。で、これはですね、作詞でこれが展示されていたんですけども、もともと、いわゆる群馬県にあったものをここに持ってきて展示したんだそうです。このように台がついていることで、ビンゴですね。そして、これを、前方後円墳、もしくは円墳の 頂点にですね、立てて、そして北極星を観測したということになります。そしてですね、前方後円墳の周りにはこのような埴輪が並べられて、毎日一個ずつ何だかのトークンを動かすことによって、先ほど言いましたように日、それから季節、年を知ったということになります。で、先ほど言いましたように、この簡易天文観測装置をですね、古墳の、頂点に置いて、そして北極星を見ながら調整したということになります。で、埴輪はこのような形で並べられていたものと考えられます。そして、そのところどころにですね、例えば、神々の、いわゆる埴輪を置いてですね、今日はこの神の日だぞという方で祝ったことは十分考えられます。なあち、この筒型埴輪はこのように置かれるのが正しいと私は考えています。次にもう一つ、モレーですね。これもカレンダーでした。現地では、と言いますか、説明によれば、高度な灌漑設備であったというふうに言われてますけども、段々畑を作ったところで全体的な面積が増えるわけではありませんし、高地3000メートルですから、水が溜まるかどうかという問題もあるわけですよね。水が溜まれば今度はその、そこに土砂が溜まって、やがてすぐ使い物にならなくなってしまうと考えられます。排水設備がありません。そしてこの、いわゆるモレーのですね、東側には十分な耕作地がありますので、わざわざこういう形で段々畑を作る必要は全くないわけですね。で、繰り返しになりますけど、ナオミ・BKさんが、これは日本の前方後円墳の大型ではないでしょうか。重要なことがこれでわかりました。左がモレー、そして右が、いわゆる前方後円墳ですけど、同じように円形の、モレーがあり、そして右の、普通ですね、前方後円墳の近くには、こうした円墳が置かれています。そうしたコンセプトが全く同じであるということですね。そして、モレーには13段の、段が作ってあります。13段、もうお分かりですね。それに28をかければですね、364となるわけです。いわゆる13×28 ですね。それで1ヶ月を28日とすれば364。この方式はトランプカード、そして、タロットカードもそうですし、地座のピラミッドもそうですね。それから、といった方式でこれは対応でき、いわゆる1段ごとに28個の何かの、印をつけておいて、動かせばですね、ちょうど364になった時に一番下の段に戻ってプラス1で。一年が始まるよ。一年が終わったよってことで、暦として使っていたものと思われます。このような、石も見つかっています。モレーのすぐ近くにこのようなものも見つかっているということですね。では、最後と言いますか、重要なエイブベリーです。これが決め手となりました。UK のエイブベリーです。これはロックカレンダーです。断言します。それはその復元図を見て、私が解読しました。これが正確な復元図です。そして、この周りの石を数えてみました。1個かけていましたが、その1個足すことによって、謎が解けました。純粋単位で、すなわち、29日かける、12、12、13、21ヶ月をですね、29日として、12ヶ月、12ヶ月、10ヶ月、13ヶ月を繰り返していきます。これが純粋単位力の基本形です。そして、石の数は12、12、13、12、12、13という風に並んでいます。そして3年に1回調整するんですけども、27年目ごとにまたクレーンが生じてきますから1ヶ月、今度は引きますね。足しますね。ごめんなさい。そしてこのトークンをどんどん動かしていくわけですね。そして、これはカルナックでも同じものが見つかっています。すなわち、カルナックもエイブベリーと同じこの石が見つかったということはですね、カルナックも、同じコンセプトで作られたロックカレンダーということになります。以上はすべて林博士が発見したことですよ。そして、このカルナックでも同じように、このトークンを毎日動かすことによって、そして、暦として使ったものと思われます。ただ、カルナックは破壊が激しくて、石の数は残っていないといいますか、乱れています。これはエイブベリーも見られています。そして、このライン、ナスカ理論で証明しますと、この線がですね、
順番に言っていきますと、ラオスのジャール、それからエブベリー、それから、この線も出てきましたね。エブベリー、それからジャール、ジャールス。がありました。そして、まあ、エブベリーも、それからカルナックもトークンで結ばれた。そして、ジャールとエブベリーはナスカリ領によって繋がりました。で、ジャールの方もですね、この壺の上にトークンを置いて、そして移動していったものと思われます。この方式は日本の前方後円墳と同じということになります。そして、今度は銅鐸とエブベリーを比較しています。日本にも天文観測装置がありました。まあ、カレンダーですね。がありました。それが銅鐸ということになります。これは磐田市 の西の谷で発掘された左側ですね、銅鐸です。右がエブベリーです。メモリの数が一番外側が銅鐸の方は29、そして12、12、一番内側が13個あります。このメモリの数によって銅鐸はカレンダーであることが分かりました。一番外側が日にち、純粋単位暦の1ヶ月の日数ですね。それを12ヶ月、12ヶ月、そして13ヶ月。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月繰り返す。しかし、27年ごとに暮れが生じますから、エブベリーの方は27という石が置いてあります。そしてこのトークン、いわゆる石が見つかっているということですね。で、銅鐸をもう一度見てください。これが、まあ、一番外側が29日という日数です。29のメモリがあります。そして、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月。いわゆる、まあ、純粋単位暦ですね。1年を、まあ、12、13ヶ月とするわけです。で、こうして、まあ、暦として使ったわけです。まあ、これ、まあ、暦としての使い方を皆さんに説明しています。2年目ですね。そして今度は3年目に入りました。3月、7月、13日ということになるわけですね。10月、13日。このようにして、銅鐸を使っていたということになります。これがエブベリーの、まあ、基本形ですけども、ABCD、A ゾーンですね。B ゾーンです。ここに1個石が足りません。門のところにあるはずの岩がないんですね。で、これは 29.5、真ん中は月のマークです。ここですね。門のところに、他のところにはあるんですけど、ここに大きい石が2個ありますね。しかし、ここのところはないということで、1個足しましたら、謎が解けました。この方式と同じ方式で作られているのが、まあ、ストーンヘンジのオーブリーホールです。もう一度これ説明しますと、3年ごとに、3.1 日の暮れが生じて、そして27年に、まあ、ちょうど、まあ、1ヶ月分の暮れが生じてくるということで、27個の石をここにも置いたということですね。ですから、トークンは3個あったはずですね。トークンってことは、先ほどの石の目印ね、斧はこの3個あったはずです。このようにして、英系の人たちは、日、暦、そして月、日、そして、カレンダーとして使ったということです。ナスカ理論によって、それをもう一度詳しく証明いたします。モレーからナスカに線を引いてみます。モレーからナスカに線を引いてみます。そうすると、モレーを示す滑走路がちゃんとあるんですね。この線です。ぴったしと重なりますから、皆さんもご自身で検証してみてください。これが、まあ、モレーの方向を示すナスカラインです。このブルーの線を覚えておいてくださいね。このブルーの線はナスカ、モレーから引いてきた線です。この黄色い線がラオスのジャール、先ほど言いました、まあ、から引いてきた線です。そしてその左側にあるのがエブベリーから引いてきた線なんですね。これら3者がここで重なります。三つのラインがですね、ここで重なるということは、同じコンセプトで作られたカレンダーである。すなわち、こうしたカレンダーを作るように指導したのは、我々が神々と呼ぶエイリアンということになります。人間ではありません。インカ人ではありません。そしてもう一本、赤い線が加わりました。これが、ショリア遺跡のからのラインです。ショリア遺跡です。まだ日本ではほとんど知られていないと思います。これがショリアから引いてきた線ですけども、この赤い線がこのナスカラインのここに集まります。すなわち、この4社は皆カレンダーとしての機能を持っていたということになります。これがショリアです。で、ショリアのカレンダーを、まあ、簡単に説明しますが、この赤い線がショリアから引いてきた線です。緯度経度はここに示しておきますので、皆さんご自身でご確認ください。大切なことは自分で確認することです。長い歴史の中で、まあ作られた、まあ作り話の上で、まあ判断するんじゃなくて、今こうして私たちは自分たちで検証できる時代になりました。で、話を戻しますが、これが大線量マウンドです。で、右が双子山マウンドです。これら二つはですね、二重の枠で囲まれています。それだけ重要な前方後円墳であることを意味します。そして、ナオミ BK さんの、まあ、くださったメール、
たったこの一文がですね、大変な重要なヒントになりました。もう一度繰り返しますと、前方後円墳、私たちは日本では前方後円墳と呼んでますが、それは凸型の、いわゆる、まあ、天文観測所ということになるわけですね。そして左の牟礼の方は地面に掘り込んだ、まあ、天文観測所、すなわち暦として機能したわけです。そして右の前方後円墳は凸型の、いわゆる天文観測所として機能したということになります。そして、このホドタ、牟礼からホドタに線引きますと、ホドタの前方後円墳を二つに割って、そしてそのまま、大仙稜マウンドへと繋がっていきます。そして、これら両者の間にあるのがエイブベリ、すなわちカレンダーですね。これがカレンダーということになりますと、その双方はカレンダーということになります。牟礼とエイブベリはナスカで繋がり、そしてエイブベリと、そして日本の大仙稜とも繋がっていくわけです。が、ここで話が終わるわけではありません。最後のダメ押しをしておきたいと思います。この黄色い線は、牟礼から引いてきた線です。下の方が牟礼ということになります。そして、日本列島を横切ります。注意深くご覧ください。この黄色い線は、牟礼から引いてきた線ですよ。いいですか、皆さん。注意深くご覧ください。牟礼から引いてきた線ですよ。そして、この線はですね、ホドタマウンドを新直線に横切ります。エラーは0メートルです。0メートルです。そして先に進みますと、青塚古墳が出てきます。私が前方後円墳の謎を解いた古墳です。そしてこの線をもう少し行きますと、大仙稜マウンドへとやってきます。エラーは0です。0メートルですよ、皆さん。0メートルです。さらにこの線を、さらに、まあ、上の方に行きますと、四国を横切り、そして九州アイランドへとやってきます。今、四国を横切りましたね。そして九州アイランドへやってきました。そしてこの線の直下、やや左寄りにサイトバルが見えてきます。ここがサイトバルです。これが今引いてきた、牟礼から引いてきた線です。左下にサイトバルを見て、そしてこの線は、どこ行くかご存知ですか、皆さん。日本で最も生産中の生産天孫降臨の山と知られている、あの、高千穂の宮へと来るんですよ。これを偶然とあなたは言いますか？これは偶然ですか？皆さん。これが今日皆さんにお見せできる私の証拠と証明です。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about another rock calendar in Usutu Abankansky near Mount Shorya, Russia. Physical Measurement Laboratory website writes as follows. Celestial bodies.The sun, moon, planet and stars have provided us a reference for measuring the passage of time throughout our existence. Ancient civilizations relied upon the apparent motion of these bodies through the sky to determine seasons, months and years. We know little about the details of timekeeping in prehistoric eras,But wherever we turn up records and artifacts, we usually discover that in every culture, some people were preoccupied with measuring and recording the passage of time. I, Hiroshi Hayashi, would like to point out the fact that rock calendars must have been there, some of them, about which have paid little attention, or not at all, to rock calendars.Here in this, video, I show you another story about rock calendars now found in Usutu Abankansky near Mount Shorya, now in Russia. Rock alignment in Usutu Abankansky is just one of them. 古代の人たちにとって、
何よりも重要だったことは、時を知ることでした。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば、今は何年何月何日なのか、そして今はどんな季節なのかと。そうです。その根底にあったのは季節ということになります。その時になれば森の木々が芽を吹き花が咲く。その時になれば暖かい風が吹き小鳥たちが軽やかに歌い出す。がその一方で、その時になれば雨が降り雪が降る。冷たい風が吹く時もあるし、嵐になる時もある。すべてがその時に始まり、その時に終わりました。で、古代の人たちは、そうした移り変わりから一年という概念を導き出したものと思われます。と考えるのは、ごく自然なことです。古代の人たちといっても、その流れを組む私たち自身のことだからです。私たち自身の中にその記録が刻み込まれているからです。現在の私だって、私たちだって、一日単位、一ヶ月単位、一季節単位、そして一年単位で生活しています。が、その時がわからなくなってしまったら、現在の私たちは大混乱に陥るに違いありません。同じように古代の人たちもです。だから古代の人たちは懸命にその時を知ろうとしました。今はいつなのかと、まず太陽を見た、次に月を見た、やがて星々を見た。こうして暦を知ったわけですが、それだけでは不十分でした。例えば UK のエイブベリーにも岩が並んでいます。一番外枠は12、12、13。12、12、13の月の数が並んでいます。12ヶ月、13ヶ月を繰り返すという意味です。で、その円の中に別の円があり、そこには 29.5 個の岩が並んでいます。1ヶ月は 29.5 日という意味です。が、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のずれが生じてきます。だから同じく円の中に27個の岩が円となって並んでいます。そして毎日その岩のそばにトークン、つまり目印の石を置くことで日、月、年を正確に知ろうとしました。もちろん季節も知ることができます。つまりロックカレンダーです。同じコンセプトで作られているのが日本の銅鐸です。それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。が、それだけではありません。フランスのカルナック列石も同じコンセプトで作られたロックカレンダーと考えられます。エイブベリーで見つかったのと同じトークンがカルナックでも見つかっています。エイブベリーでもカルナックでもそのトークンのことをオノ、オノ、オノと言っています。オノなんかじゃないです。トークンです。さらにラオスのジャール平原の列石、さらに南米ペルーのモレーもそうです。これらもカレンダーだったと断言できます。さらに言えば、ストーンヘンジの周辺には丸い穴が掘られていたこともわかっています。その穴もカレンダーでした。そのことも続くビデオの中で説明します。またさらに言えば、日本の前方後円墳、さらには埴輪もそういう役目を果たしていました。カレンダーだったのです。で、以上はすべて私、林博士が発見したことです。詳しくはこの動画の中で説明しますが、もしお疑いなら、エイブベリー、ジャール、モレーからナスカに線を引いてみてください。この3箇所は一つのプラットフォームに集まります。同じエイリアンが絡んだカレンダーということになります。宇宙から地球を見ることができた人、すなわちエイリアンということになります。が、今日、その今日ですね、そのカレンダーにもう一つ新しいカレンダーが加わりました。ロシアのウツス・アバンカスキーのロックカレンダーです。この情報は山川幸男さんという方からいただきました。シュリア山にある列石もカレンダーではないかと。で、調べてみましたが答えはすぐ出ました。私、林博士のナスカ理論を応用しました。つまり、ウツス・アバンカンスキーからナスカに線を引いてみました。ビンゴーです。そのウツス・アバンカンスキーからの直線と先に挙げたエイブヴィリ、ラオスのジャール平原からの直線が、そしてモレーからの直線がみんな一箇所に集まったのです。もちろん、いいですか？繰り返します。ペルーのモレーからの直線とも重なったのです。ウスツ・アバンカンスキー、エイブベリー、ジャール、そしてモレーの4箇所からの直線が1箇所に集まったのです。ビンゴーです。
偶然ではありえない確率で一致したのです。つまり、ウスツ・アバンカスキーの列席が何らかの形でロックカレンダーとして機能していたことはもう疑いようないことです。あるいは、エイブ・ベリー、フランスのカルナク、ラオスのジャールと同じコンセプトで作られたロックカレンダーであった。まさにビンゴです。この動画の中で、そのウスツ・アバンカスキーとエイブ・ベリーを比較してみました。岩の大きさや並び方など、で、それがどうよく似てるかは、皆さん自身の目でご確認ください。いいですか、皆さん。古代の人たちの心になって、もう一度この世界を、この宇宙を見直してみてください。その心になれば、答えはおのずと出てくるはずです。つまり、暦です。標準時です。古代の人たちにとって、何よりも重要だったことは、時を知ることだったのです。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば今は何年何月何日なのかと、そして今はどんな季節なのかと、その時を知ることが重要だったのです。そのためのカレンダーであったということになります。では画面を見ながら説明します。まあ、これがエブベリーですね。岩が並んでいるところに注意してください。まあ、それについて後でもう一回説明します。で、ショリア、ロシアのショリア、ウスツ・アバンカンスキーですかね。なんて言うんですかね。まあ、の、まあ、ロックカレンダーに皆さんを案内いたします。で、ここにあるわけですね。ちょうどエブベリーと経度差でですね、90.0 っていうのも気になります。すなわち、地球の4分の1周分ですね。それから、緯度は1度違いますが、まあ、ほとんど同じだということですね。これがウスツ・アバカンスキー、あるいはウスツ・アバンカンスキーという、まあ、呼ばれている、ところです。で、ここに、そのロックカレンダーがあります。で、この岩の特徴はですね、やはり大きいということですね。UK のエイブベリーに勝るとも劣らないほど大きな岩だということ、ということです。ところどころにですね、人間の姿がこれから出てきますから、ちょっと注意してみてくださいね。で、これをですね、山川幸雄さんが教えてくださいました。私はこの山川幸雄さんにですね、この、まあ、情報をいただくまでは、このウスツ・アバンカンスキーにこうした遺跡が残っているということを知りませんでした。で、対角線上で100メートル前後ですね。まあ、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。で、ところどころに小さくこう人が映ってるんですけどもね、岩がいかに大きいかということがわかりますし、岩と岩の間にまたこの小さな岩が並んでいるということですね。ここに人が中央にいますね。大きいですね。ですから、まあ、こうした巨大な岩がですね、こう中央に人がいます。まあ、こういうふうに並んでいるということなんです。そして間に大きい石と石の間には、小さな石が3、4個ずつ、まあ、ちょうど4個ずつですかね、並んでいるということですね。これは日本の、まあ、古墳、前方後円墳に並べられた針輪の並べ方と、まあ、大変よく似ているということですね。あるいは同じと言ってもいいかもしれません。で、これが山川幸雄さんがですね、集めてくださいました写真です。で、山川幸雄さんがおっしゃるにはですね、首里谷山周辺に、まあ、こうした、まあ、遺跡を見つけた。これはですね、私が説いているロックカレンダー説の一部ではないかと、そのようにおっしゃってくださったもんですから、調べてみましたけども、まあ、答えはですね、本当に簡単に見つかったんですよ。これはまさしくロックカレンダーです。では、検証しています。もう一度この処理屋に戻っていますね。で、これを処理屋。そして、まあ、エブベリーまでがですね、5800キロあるんですね。これほど離れた距離のところなのにですね、まあ、同じようなものがあるということで、写真を見比べています。上がウスツ・アバンカンスキー、あるいはウスツ・アバカンスギですね。下がエイブ・ベイリーです。人間の大きさを見比べてみてください。大きいでしょ？いわゆるまあ、小さな石ころという感じはもちろんないですよね。岩です。こうした、まあ、巨石がですね、この大平原のですね、高校バクバクとしたその平原の中に、まあ、このように置かれているということですね。そしてそのコンセプトといいますか、並べ方が似てる。上なんかこれ同じようにあるんですけども、フランスのカルナクの石の並べ方とよく似てますね。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけです。上がショリア山の近くのウスツ・アバンカンスキーの列石。下が、UK のエイブ・ベイリーです。人間の大きさを比べてみてくださいね。そしてその巨大さを、まあ、皆さんにまず理解していただきたいなと思います。まあ、こうして岩が並んでいる。何のためにどうしてかということですよね。でしたが、エイブ・ベイリーはもう私が証明しましたけども、これは暦です。先ほど言いましたように12、12、13、12、12、13。そして中央には 29.5
5個の石が並べられている。そしてその上には27個の岩が並べられているということですね。そしてですね、古墳とよく似ているということをちょっとしておきたいと思います。古墳の周りにはこのように埴輪が並べられていて、そして毎日1個ずつね、何かを動かすことによって、まあ月、年、年季節を知ったわけですね。まあ、前方後円、これ円墳ですけどもね、前方後円墳の中に、周りにはこのような古墳、埴輪が並べられていた。埴輪の目的は、だから、1日ごと、あるいは2日に1回ずつね、何か埴輪のようなものを動かすことによって、まあ、日にちを知った、あるいはそこにね、埴輪並べておけば、まあ、例えば豪族だったら豪族でいいんですけどもね、神の、まあ、その、日を知ったということですよね。そしてお並び方が大変よく似ているということです。これはまあ一つの余談です。で、もう一つ注意していただきたいのがラオスのジャール平原です。で、これから皆さんをジャール平原に案内します。で、このジャール平原も、暦、いわゆる列石、歴列石っていうんですかね、歴列石っていう言葉が山川幸雄さんが使っておられましたので、私はそれを使わせていただきますけれども、暦列石っていうことです。これがジャール平原です。まあ以前、皆さんにお知らせした座標とちょっと違いますので、こちらの方を使ってください。これがジャール平原の、まあ、列石ですね。ここにはですね、石というよりも、石を加工してですね、まあ、なんて言いますか、容器ですよね。こうして、まあ、酒を入れてたというのは、現地の説明らしいですけどね、ここ、ベトナムの在住の日系の方ですけども、行ってくださいまして、そして報告してくださいました。で、これはですね、同じコンセプトで作られていると思います。まあ、どういうことかと言いますと、エイブベリーもカナック、カルナックもですね、斧が見つかっているわけですね。いわゆるトークンがね、そしてそのトークンを毎日動かすことによって、まあ、月、季節、そして年を知ったということです。で、ナスカ理論ですね、証明すれば簡単に証明できますから、皆さんに紹介します。これがナスカです。ナスカにはこのような、まあ、滑走路がいっぱい書いてあるわけですね。で、その中の一つ、このあたりには、列石、あるいは暦の、遺跡と繋がっているのが集まっています。これがエイブベリーからのグリーンのラインです。皆さんもエイブベリーからここに線を引いてみてください。そしてこれがですね、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ここで中心で交わりますね。そして今回見つかりましたショリアの6カレンダーからの線はピタリビンゴをここに重なったわけであります。すなわち、この3本の線は一つに重なったということですよね。一つのプラットフォームから出て、すなわち同じコンセプトで作られた、いわゆる6カレンダーであるということがこうして証明されるわけです。と同時に、カルナック、フランスのカルナックでもトークンが見つかってますから、エイブベリーとカルナックは同じコンセプトで作られた列石であるというふうに証明されます。そしてもう一つあるんですね。それがまあ少し前に調べましたモレーの遺跡なんですけどもね、それについてもこれから説明します。なあち、これら3箇所、とりあえずですね、3箇所は同じプラットフォームから出て、すなあち、林博士のナスカ理論によって証明できたということです。で、ペルーのモレーについて、まあ、話しておきたいと思います。これもですね、万年カレンダーだというふうに私は判断しました。この和の数がですね、ちょうどまあ、合うわけですね。で、そのモレーの、まあ、万年カレンダーからナスカに線を引いています。このモレーについての説明はこの続くビデオの中でしますから、じっくりとご覧ください。そして先ほど同じプラットフォームへとやってくるんですよ、皆さん。この線を見てください。先ほどと同じプラットフォームやってきたでしょ。そして、この上のエッジ、線と側線と重なっていきます。なあち、モレーも同じ、暦、カレンダー、いわゆるカレンダーですよね。であったということです。まあ、古代の人たちは、まあ、その時を知るということがですね、最も重要関心事であったというふうに私は考えています。そして先ほどの線と並べていますね。これがエイブベリーです。そして、ごめんなさい、ジャール平原ですね。ごめんなさい、失礼しました。ジャール平原ですね。ジャールです。そしてその横がエイブベリーです。わかりますか？エイブベリー。そして重なりましたね。この3箇所また重なりましたね。そしてもう一本。先ほど言いました、ウスツ、ごめんなさいね、アバンカンスキーでしたか、そこのラインとも重なるということですね。ロシア語難しいですね。ウスツ、アバンカンスキーの、ということ。まあ、この座標をここに示しておきますから、ここの座標目当てに4箇所から線を引いてみてください。で、今日。新しく山川幸雄さんからの情報で赤い線が一本加わりました。この赤い線は、ウスツ、アバンカンスキーから来て、みんな、まあこの右三箇所はね、巨石、そして左も同じコンセプトで作られたカレンダーである。ということになってくるわけですね。まあカレンダーについての説明は、その、まあ、先ほど言いましたように、また続くビデオの中でします。このように、4本の線がここに集まった。ビンゴですね。またこの、まあこれによってですね、この4箇所が、まあ、いわゆるまあ、カレンダーであったということが証明できると同時に、林博士のナスカ理論がですね、このような形で応用できたということです。山川幸雄さんどうもありがとうございました。大変な情報でした。これからもよろしくお願いします。Bye for now.
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Morre, Peru. It was a calendar. Morre or Mure is an archaeological site in Peru, approximately 50 kilometers northwest of Cusco, on a high plateau at about 3,500 meters and just west of the village of Malas. Wikipedia, however, explained about Morre as follows. The site contains unusual Inca ruins, mostly consisting of several enormous terraced circular depressions, the largest of which is approximately 30 meters deep. As with many other Inca sites, it also has a sophisticated irrigation system. Morre はクスコの北西 50km にある古代遺跡です。いくつかの段々になっていて、深さは一番深いところで約30m。ウィキペディア108点によれば、他のインカ遺跡と同じように、この遺跡は洗練された灌漑システムということになっています。が、このモレーはカレンダーでした。ストーンヘンジ、エイブベリー、カルナク、ラオスのジャール、それに日本の前方後円墳と並んでカレンダーでした。その謎を解くきっかけとなったのが、ナオミ・ BK さんからの一通のメールでした。ペルーのモレーは日本の前方後円墳の大型ではないでしょうか、と。つまり、日本の前方後円墳を盛り上げた凸型であるとするなら、モレーは地面に掘り込んだ大型の前方後円墳であると。で、早速調べてみました。空から見た形は確かに大変よく似ています。ということは、日本の前方後円墳がカレンダーであるとするなら、モレーも同じようなコンセプトで作られたカレンダーということになります。そこでモレーの段々を調べてみたら、13テラスになっていることが分かりました。13です。まあ、これだけで謎が解けました。13×28 は、364。つまり1段を1ヶ月の28日にすると合計は364日です。それに中央の1日を加えると365日です。太陽暦です。あとは1段、つまり1テラスごとに、例えば28個のマーキングストーンを並べて1日ごとに何かの印を移動していけば良いのです。この方式は UK のエイブベリー、フランスのカルナクと同じ方式です。ラオスのジャール平原の、まあ、歴史石もですね、同じような方式で使われていたと考えられます。さらに言えば、91×4 は364、それに最上段の1段を加えて太陽暦とした、あのマヤのチェチェンイッツァの方式と同じです。画像を見ながら説明します。今このようにですね、中央の1段、一番上が一番1段ですね、そしてその13テラスになっていることが分かりました。まあ、円形そのものはですね、数えますと14ですけども、一番、まあ、上のね、円形の中心は、これはあの段ではなくて一番の底ということになりますから、テラスは13段あることになります。これでまだ謎が解けましたね。で、13×28 日。まあ、1ヶ月のね、まあ、太陽、まあ、月の満ち欠けですね、ごめんなさい。をかけますと、それしますと364という数字が出てきます。それに中央の1日を足して365、なわち、カレンダーということになりますね。これほどすっきりと簡単に謎が解けるということも珍しいわけですけども、まあ、それだけまあ簡単にですね、まあ、できているということですよね。わかりやすく言えば。そういうことなんですね。難しく考えるからおかしくなってくるわけです。そしてこれは現在、なぜこんなものがあるか不明だということで先ほども言いましたように、灌漑システムだというんです。日本の段々畑の、まあ、発想ですね。しかしこんな狭い段々畑ではですね、物は育ちませんね。そしてまたこんな段、灌漑システムを作ったところで意味はないわけです。そこで前方後円墳カレンダー説をもう一度簡単に説明します。詳しくはですね、この後につなげておきますから見てください。中央にですね、北極星を指し示す、まあ日本では埴輪となってますけど、それを置きます。そしてその埴輪によってですね、まあ東西を知り、そして北極星の位置を知りですね、まああの、太陰暦をですね、こうして太陽暦で調整するということになります。そして、まあ、前方後円墳の周りにはですね、このような埴輪がずらりと並べてあります。で、この埴輪がですね、まあ、364であればですね、あるいは365で見るわけですけども、毎日何かのトークンをですね、このように移動していきながら、まあ、日にちを知る。そして、
まあ、月を知り、季節を知り、そして一年を知るというわけです。これが林浩司の前方後円墳、まあ、カレンダー説って、同じような星で作られているのが、UK のエウベル、そしてフランスのカルナックですね。そしてこのようなトークンが見つかっています。目印の岩が見つかっています。現地では、斧ということになっています。斧なんかじゃありませんね。そしてこれがですね、岩田市、それから群馬県で見つかっている、まあ、天文観測装置です。で、それをですね、まあ、まあ、少し前にですね、長野県の軽井沢の、まあ、考古館でですね、展示されたということが分かりました。で、まあ、これがその物体なんですけど、これは何かということですけども、日本では、なんて言いますか、まあ、一種のですね、はい、飾りのように理解されているわけですね。とんでもない。これが、まあ、その考古館行った時の、まあ、写真ですけども、このように、まあ、このようなものが玄関の先に飾ってありました。まあ、ここにあると思ってね、行ってみたんですけど、この考古館にはそれはありませんでした。まあ、現地の考古館の方にお尋ねしましたら、群馬県の方の、まあ、県立考古館にあるという、まあ、情報をいただきました。で、まあ、まだ、まあ、なのでね、次回また群馬県の方へ行ってみたいと思います。その時は群馬県の考古館の先生方、よろしくお願いします。ともかくもこれがですね、軽井沢にある、まあ、考古館の、様子です。まあ、このような、これがま、代表的、この考古館では代表的な、まあ、なってますか、土器ということになってますね。で、このようにもう一度話を戻しますと、前方後円墳の周りに埴輪を並べて、みんな逆さまに置いてありますけども、このように、ま、並べてですね、そしてトークンを一日毎日一つずつ置き、そしてそのところどころにこうしたね、人形の、まあ、型のですね、埴輪を置き、この岩林浩司の誕生日だぞ、ということで、まあ、そういうふうに知らしたんだと思います。で、こうして並べて、まあ、これも、メアルも埴輪がですね、並べてある。なぜこのように並べてるかということはですね、これは UK のエブベリーと同じ方式ですね。さらに言えば、フランスのカルナックと同じ方式だということですよね。そしてこの、なってますか、1日ごとにまあ何かのトークンを動かしていったということになります。まあ、具体的に示しますと、例えばこれは、大占領ですけども、このようにですね、埴輪を並べておいて、そしてこの、なってますか、まあ、これ365置けば、まあ、ぴったしですね。しかし、それだけでは、ずれてきますから、その調整を、冒頭で見せましたようなですね、まあ、奇妙な埴輪を中央に置いて、そして北極星をそこに置きまして、そしてまあ調整すると。そのようにして、両方で、まあ、まあ、完璧と言いますか、正確なカレンダーをこうして読んだということになります。そして、時計回りに、まあ、それはどちらかわかりませんけども、冬、春、夏、秋、そして冬というふうにやるわけですね。例えば、一番下を冬至とすれば、一番上は夏至になるわけですね。そして、この左の方が、春分ですね。それから、右の方が秋分ということになります。まあ、秋ですね。そして、こうして、トークンを動かしていって、おい、春だぞ、さあ、みんな食べようしようじゃねえか、秋だぞ、よし、みんな収穫さ、祝うぞ、集まれというふうにして、みんなこれを見てですね、カレンダーとして利用したというわけです。まあ、その一つ証拠と言いますか、裏付け証拠がですね、小牧市の青塚古墳ですね、ありました。これ、巨大な古墳なんですよ、皆さん。そして、この青塚古墳の周辺にはですね、壺形古墳というのが綺麗に並べられていました。その数はちょうど、まあ、365の半分の、182か3ですよね。こうです。ですから、2日に1度ずつトークンを動かしていけばいいわけですよね。まあ、ということも分かりました。まあ、このようにして、なぜ埴輪を並べたかと言いますと、このようにしてですね、まあ、一番左の方が、冬、それから上が春ですね、時計回りに。そして、夏となります。そして、下が秋となるわけですね。そして、ま、このトークの数が組み合わせ、175組み合わせ、176ですね。で、352となるわけですね。まあ、これは、あくまでも、推定の数ですよ。っていうのは、いわゆる部分的にしか発見されてませんのでね。そして2メートルごとに、まあ、こういうふうに置かれていたということまでは分かってるわけですね。ほとんどの埴輪は、ま、噴出してますからね。私の印象では354の半分のですね、177個がこうして並べられていたと考えています。まあ、要するに、そうして、まあ、二日に一個ずつ、あるいはぎっしりと並べられていた可能性もあります。そして、その、なんて言いますか、一日ごとに日にちを知った、そして季節を知ったということですよね。そして、まあ、先ほど言いましたように、底辺部をですね、冬至ということにしていけば、頂点部は夏至ということになるわけです。まあ、これはですね、こうした、まあ、いわゆる、まあ、想像図がですね、想像というか復元図が残されていますので、この図を正確に、というか、まあ、正確に復元図は残されていませんけど、でも詳しく研究されています。で、まあ、177ということになるわけですね。それで、まあ、実際には176はそうですね、176ですから、まあ、ごめんなさい、ちょっとここで言い換えますけど、これは純粋太陰暦の1年の日数ということになります。純粋太陰暦の1年の日数は354日ですね。で、それをですね、まあ、こうして、中央に、まあ、先ほどの、物体を置いて、そして、
天文観測にしたというわけですね。その方式は、エブベリ、そしてラオスのカルナ、ジャール平原の列石と同じだということですね。これは岩田シティで見つかった、その謎の物体 X です。いろいろな説明というか、これは全く分かってませんね。なんであるかということは。センターでどなたかですね、メモリを発見したから、それを私は自分の名前で発表していいかということを、許可を求めてきましたけど、ノーですよ、そんなのはね。引用じゃなくて、盗用になりますね。まあ、要するにこれがですね、その物体です。そしてこのメモリがですね、消えてるからね、このメモリが残念ですね。もし現れていれば、また、何か新しいことが分かったんだと思うんですけど、下半分はですね、いわゆる修復してあります。そしてこれがね、パレンケの、まあ、ある王の、棺の蓋に書かれてるんですけど、その絵のコンセプトと、まあ、よく似てるってことですね。まあ、似てるというレベルの話で、まあ、終わりますけども、まあ、なってますが、似てるってことですね、要するに。で、これがですね、まあ、その物体なんですね。これを北極星の方を向けるわけです。それについての詳しいビデオは、続くビデオの中でもう一度ゆっくりと説明しますから、もしご覧いただけるようでしたら、どうかそちらでご覧ください。こうして、まあ、この線をですね、北極星、そして星もですね、北斗星の、七星ですけどもね、正確にそこに、掘り込まれています。こうして、北の方を向けます。そして、右が東で、左が西というか、ということになります。そして、こう向けますね。そして、まあ、この、ちょうどね、傾きが同じように出ますから、やや上向いてるんですね。そして、この傾きを計算していましたら、夏至の時の北極星の位置と一致しました。これ、私のね、緯度と一致したということですよ。そしてこの、だたらかな、撫で型になってますね。これはね、光を受け止めやすくするためです。まあ、それについての説明も次でいたしますが、このようにですね、この先を北極星に向けておく。そして、影の位置を見ながらですね、冬至、夏至の位置をしたと。まあ、天文、いわゆるまあ、太陽暦によってですね、いわゆる太陽の方向によって、まあ、いわゆるその前方後円墳の、カレンダーを調整したということになります。これも林博士説です。そしてこれは、まあ何であるかということで、まあちょっと戻りましたけども、これは岩田市で見つかったんですね。で、岩田市の方ではこれ何と説明したかというと、友と説明しますね。友なんて皆さんご存知ないでしょ？いや、弓矢を射るときにですね、腕に巻く、まあ腕を保護するための、まあ道具だそうですけども、そんなものじゃありまないですよね。まあそういうふうに片付けてしまうんですよね。で、友だとかね、道教鏡だ、銅鐸を金だ、前方後円墳を墓だ、って言ってね、何でもこう身の回りにあるものから説明しようとするわけですよね。まあ、要するにこれがですね、トモということになってみると、トモでありませんね。天文簡易、天文観測装置、すなわち太陽暦に調整するための装置だということです。まあ、たまたまこれをですね、まあ、この土器を置いてます。これはもう全然時代がありませんから、なんか他の、ものだったと思います。それを毎日こうして移動しながら、今日はね、2015年の10月15日だ、明日は16日だぞってことを知ったわけです。で、ぐるっと一周してきますと、ちょうど1年になるわけですね。まあ、このようにですね、まあ、中央にそのトモと言われているものを置いて、そして北極星をに合わせるわけです。まあ、こちら見てくださいね。そして北極星の位置に、まあ、太陽、いわゆる太陰暦によるズレをですね、こうして太陽暦で、まあ、なんて言いますか、調整したということになります。これが、まあ、前方後円墳が、まあ、いわゆるカレンダーである。そして友が、簡易天文観測装置であるという林博士の説の根拠になっています。うっさっさ、うっささって前も歌いましたけども、こうして、まあ、例えばですね、埴輪を移動する気していうことによって、今日はね、10月なんちゃよ、今日は10月なんちゃよということを教えてたわけです。それじゃあね、また一周回ってきますからね、バイバイと言って回ったわけですね。となると、この埴輪の置き方は全国津々浦々、どこの高校館でも逆さまに置いてますけども、これが正しい置き方ですね。その証拠が、友の、先ほどの埴輪ということになります。要するに、一番上からカルナク、それからエーブベイジ、そして下の、ジャール平原は、皆、同じようなコンセプトで作られた、まあ、カレンダーだってことでね。ついでに、まあ、私の説ですけども、ストーンヘンジもカレンダーでした。それをこれから説明します。このストーンヘンジカレンダー説も、林博士が発見したことですよ。これがストーンヘンジですね。これ、ストーンヘンジの、周辺から、まあ、石と同時にですね、こうした穴が見つかってるんですね。これ、オーベリーホールって言うんですけどもね。その右の下が正確な、目になってますが、図です。これは中央がですね、29日あります。そして、その外側は今度は30日になるんですね。これは、ストーンヘンジ方式です。29、30、29、30。それをですね、繰り返して12回ですね。29、30を6回繰り返しますと364になります。そして、それにあと1日を足せば365となるわけですね。この1日、1年のね。それでまあ、こうして、まあ、例えばね、29、30、あるいは30、29だったかもしれませんけども、29、30、29、30、こういうふうに、まあ、6回繰り返しますと354。これ、また間違えましたね。ごめんなさい。純粋太陰暦です。太陽暦じゃありませんね。
もうごちゃごちゃ、頭の中がごちゃごちゃになってましたね。ごめんなさいね。要するにこれが純粋体力だということです。じゃあ純粋体力だけでは、これで説明できませんね。それじゃあ調整しなくちゃいけませんね。純粋体力の場合は、3年に一度、12ヶ月を13ヶ月にします。そして、やるわけですけども、まあ、12、12、13でこれで合うわけですね。じゃあ残りの19は何かということですけども、これはまた19年ごとにですね、ゼロを直すということです。本当は 8.5 年、9.5 ヶ月、5年ごとにね、調整しなければいけないんですけど、9.5 年っていうのも分かりやすいくでしょ。それを2倍して19年としたわけです。これはまた林博の説ですよ。そしてまあ19年ごとにまあ何かの、ね、トークンを置いといて、そして19年ごとに今度は2ヶ月経つわけですけどもね。まあそうして、やるわけですね。ですから、本当は 9.5 年ごとに、ちょうど1ヶ月分のズレができるんですけども、9.5 年というのは分かりにくいですから、19年ごとに、まあ、2ヶ月経つことによって、また調整しなさいよという意味の56だと私は判断いたしました。まあ、要するにもう一個繰り返しますと、最初が29で30、それを6回繰り返すと354となるわけですね。それがまあ純粋単位力の1年の日数となるわけです。そうしますと、1年につき約、まあ、約ですね、30日のズレが出て、できてきますから、3年ごとにまあ 1ヶ月を足すと。でから、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月となるわけですね。しかし、それでもずれてくるから、9.5 年ごとにもう1ヶ月足さなくちゃいけませんが、しかし、9.5 年というのは分かりにくいから、19年ごとに1ヶ月足すということになります。ということで、まあ、ストーンヘンジはカレンダーだということを、これはまあ、どなたもまだ発表なさっていませんよ。で、もう一つここで簡単にもう一つの謎を説明しておきますね。で、1年のカレンダーを見ますとね、31日とある日と30日ある日と、まあ、2月のようにね、28日になったり、29日になったりする時期がありますね。なぜこうなったかということなんですね。それは先ほどのエイブ・ベイリーのカレンダーを見るとわかりますね。じゃあ、9と30を繰り返すわけですね。そうすると、まあ、それを書きますと354になるんですけども、そうしますと11日のズレができますから、その11日をですね、まあ、各月に振り分けてつけたわけですね。ですから、29は30になり、30は31日になったと考えられるわけです。すなわち、私たちがなぜカレンダーの中でね、皆さんも疑問に思ってくださいよ。10月はね、今月は31日ですかね。31日までありますね。で、9月は30日まででしたね。なぜそういうふうにバラバラなるかと言いますと、今言いましたね、354プラス、まあ、11日をですね、まあ、各月に振り割ったということになりますね。で、2月だけは、まあ、調整したということになります。もう一回言いますと、29、30と、まあ、これが6回繰り返せば、354の、純粋単位力の354になるわけですね。で、そうしますと、3年ごとに1ヶ月ずれてきますから、12、12、13。12、12、13とやるわけですね。そしてプラス19で、そこで印つけといてね、まあ、マーキングストーンあるいはトークンをですね、まあ、同じことですけども、置いてですね、そして1日ずらしていったと。まあ、このようにして、まあ、現在のカレンダーができたということになりますね。ということですけども、その後ね、少しずつ移動してますからね、移動っていうか、その時々の、まあ、なんて言いますか、学者たちによって、作り変えられていますから、現在ちょっと乱れてますけどもね。まあ、要するにこのストーンヘンジはカレンダーであった。すなわち、エイベルもカレンダーであった。同じトークンが、まあ、フランスのカルナクでも見つかってるわけですね。ですから、フランスのカルナクも、列席って言いますけども、あれもカレンダーだったと考えるのは当然ですね。そして、まあ、それだけじゃなくてね、まあ、これから説明しますけども、エイブ・ベイリー、それからフランスのジャール、そして、モレーはですね、同じプラットフォーム、ラスカで、まあ、同じプラットフォームから出発して、すなわちですね、林博のナスカ理論によって、それは、それぞれが、ね、関連しているということがまた証明されるわけです。で、もう一つこれ繰り返しになりますけど、これエイブ・ベイリーホールと言われてますね。オーベルですね。オーベリーホールと言われてるものですね。これが30個ある。そして これ外が30で、中が28ってことですよ。で、外に、まあ、56個あるわけですね。まあ、なぜこの、まあ、これで、ま、この数字を眺めていれば、謎が解けてくるわけですけども、しかし、この28ってのはおかしいわけですよね。これは、古いというか、2枚ありましてですね、いわゆるその、ストーンヘンジのオーベリーホールのね、この、なんて言いますか、調査図が2枚ある。ここに1個抜けてるんですね。これは、エブベリーでもそうなんですよ。門のところ2個ずつ岩があるんですけど、左の方はですね、1個足りないんですね。これで謎が解けたわけですね。よく中部からご覧ください。ここですね。門のところに1個しかないでしょ。本来この赤いところにもう1個大きな岩があってよかったんですけども、これは28になっていると。ですか、
一つ抜けてますね。ですから同じように、このストーンヘンジの岩を抜けてるってことで、私はその時は仮説を立ててね、30、28じゃなくて30、29だというふうにやった、まあ考えたんですけども、新しい資料をですね、ランスケさんに届けていただきまして、それが29ってことも分かりました。で、これは古い方の資料です。だからこのビデオはですね、私の場合はどんどん、まあ古いビデオは後々で繋げていきますから、まあこうしたことが起きるわけですけども、で、まあ350、まあこれは純粋単位力を、まあ、皆さんに説明しているところです。で、まあこの、まあ今ちょっと簡単に説明してますので、まあ、この続くビデオの中でゆっくりとそのもう一回解説しますので、興味のある方はどうかご覧になってください。そしてまあこの方式はですね、まあ、実はトランプの方式と一緒なんですね。トランプは 4×13 ありますね。それで1枚を日月火水木金土、日月火水木金土と、まあ7回ずつ繰り返してやりますと364になるわけです。それにジョーカーの位置を足して360、すなわち私たちが現在カレンダー、カード、いわゆるトランプとして使っているカードはですね、あれは遊び用の道具ではなくて、実は万年、まあ家庭用のカレンダーであったということになるわけです。で、まあこの、いわゆるこの、これは総編集ですけども、これもですね、29で決断しますと同じ方式で作られていることはこれでわかるわけです。すなわちカレンダー、トランプはですね、4×13×7 で364、それに浄化を足して365となるわけです。チェチェンイッツァもそうですね。チェチェンイッツァの、まあ、カレンダー方式は林博士が発見したことではありません。ランスケさんより教えていただきました。で、まあ、後のものは林博士の発見ですよ。銅鐸カレンダー説も林博士の発見です。まあ、ということで、まあ、大急ぎで、まあ、説明しました。ついでに、まあ、タロットカードもカレンダーだったんですね。その説明もしましたけど、まあ、要するにこの6カレンダー。これがですね、ジャール平原の6カレンダーです。これは、あと、ベトナム在住のね、中さんという方から、ラオスの方へね、旅行に行かれて、こんな珍しいものありましたよということで教えていただきました。で、これがジャール平原の、まあ、列石ですね。これは、酒を入れる壺というふうに、まあ、現地では、紹介されてますけども、これは壺なんかじゃないですね。同じように列石が並んでるのわかりますか？そして、まあ、いわゆる、まあ、いわゆるまあ、エイブベリー、それからカルナックと同じ方式でですね、何かのトークンを毎日移動しながら、そしてまあ、なってますか、カレンダーとして使ったということですね。まあ、いわゆる酒なんか入れたところで仕方ありませんし、まあ、酒を入れても意味がないですわね。これはまあ、カルナックですけども、フランスのカルナックですけども、未だにこれが何であるか、どなたもご存知ないみたいですね。で、林博がこの謎を解きました。これはカレンダーです。これエイブベリーですね。その証拠をこれからお見せしますが、これがエイブベリーですね。で、これも、先ほど言いましたように、これが外側の、まあ、もう一ところ、ゾーン A、ゾーン B、ゾーン C となってますね。そして、右下にですね、29個の絵があって、その上に27個ありますね。これはもう簡単というか、綺麗に解けるんですよ。いわゆる3年ごとにですね、1ヶ月を足していくわけで、ちょうど1ヶ月のズレができてきますからね。で、ところが27年ごとにさらに1ヶ月のズレができていくという意味です。で、まあ、もう一度計算しますと、これはまあ、エブベリの基本形ということになります。すなわち、12、12、13というふうに並んで、ちょうど数が合うわけですね。そして、この27という70個の岩が立っています。そして、この斧が見つかってるんですね。これは現地では斧ってことになってますけど、斧じゃありませんね。これはマーキングストーンです。例えば、どういうふうに調べるかというと、こういうふうに毎日移動していくわけですね。1個分ずつ。そして、ぐるっと一周したら、今日は何年、何月、またわかりますね。季節は何かということもわかるわけです。ちょうどね、6等分してありますからね。1年を6等分したわけです。そしてフランスのカルナックでもこのような同じようなマーキングストーンが見つかっています。フランスの方でもこれを斧と言ってますね。ご覧になりましたか？まあこのようにですね、斧じゃありませんよね。これはマーキングストーンですから。で、こうしてまあカルナックとエヴベリーがこのマーキングストーン、すなわち彼らが言うところの斧で繋がったということになります。こうしてまあカレンダーとして使っていたということになりますね。で、まあ、この、斧でですね、まあ、斧じゃありませんけどもね、この、で、まあ、日にちを知ったわけです。まあ、と、そこをですね、ナスカ理論で説明します。これがエブベリー。左がエブベリーできた線です。そして、もう一つやってますから、よく見てくださいね。ちゃんと滑走路があるんですよ。そして、ラオスのジャール平原から引いてきた、ジャールのね、列星から引いてきた、線もちゃんとあります。そして、この2本の線が、ここで重なります。わかりますか？二つの線が中央で重なってますね。ということは、このプラットフォームはですね、列石すなわちカレンダーを示す、いわゆる6カレンダーの方向を示す平原だということになります。このあたりは山のね、世界の山の、重要な山の、線が集まっています。上がカルナック、そして左下がエヴベリ、右がプレーン、ジャール平原の列石ということになります。ですから私はジャール平原もですね、この穴の中に何かのマーキングストーンを毎日置いて、そしてカレンダーとして使ったということに理解しています。まあ、その地域、地方、国のね、重要なカレンダーであったということですね。いわゆるまあ時、季節、それから月、日を知るのはですね、当時の人たちにとっては最重要
字であったわけです。それでこのもう一度この、先ほどのですね、ペルーの、戻っています。モレーに戻っています。これがモレーの、まあ、大型前方後円墳ということになりますね。そこで、まあ、ナオミ・ビケさんのヒントでですね、これがカレンダーであると私は判断しました。そこでですね、何か痕跡が残ってないのかなと思ってね、いろいろ光を描いてみたんですけども、綺麗にまあ、そういった岩は取り除かれているんじゃないのかなと思いますね。何も残っていません。しかし、その証拠らしいものが出てきましたので、この、モスク後にお見せしますけども、まあ、こうして、まあ、現在は、まあ、畑と、灌漑システムであるというふうに、まあ、説明されてるわけですね。こんな灌漑システムなんか作るわけないでしょう。皆さんなら作りますか ?30 メートルの穴を掘って、たったこれだけの畑を作るために、周りは畑だらけなのにね、畑にする土地、いくらでも広い土地はあるのに、こんなものを作るはずがないじゃないですか。そこでそのモレーから、ナスカに線を引いています。よーくご覧ください、中部角。この黄色い線が、今、ペルーのモレーから引いてきた線ですよ。お疑いの方はご自身で線を引いてみられることです。いいですね。これがモレーか、もう一度やってみましょう。いいですか?ペルーのモレーから、この、まあ、ナスカに線を引いています。これは林浩のナスカ理論によって証明いたします。ナスカ理論ですよ。大変便利な理論ですよ。こうして、ナスカには直線がありますね。が、それだけじゃないんですよ、皆さん。いいですか?このモレーの直線を注意深くご覧ください。さあ。いいですか?これからナスカ理論によって説明します。先ほどですね、エイベリーと、それからジャール平原の線を見せましたね。この黄色い線に注意してください。これはラオスのジャール平均から引いてきたんです。先ほど紹介しましたね。そしてその、左側にあるのがエブベリーから引いてきた線で、この3つはこの中心点で集まるということです。なあち、この3箇所はですね、まあいわゆるナスカ理論によってそれぞれ関連性があるということがこれで証明できるわけです。いわゆるエブベリー、そしてラオスのジャール平原、そして、まあ、ペルーのモレですね。これらはすべてカレンダーであるということになるわけですね。まあ誰が作ったか。こんなことできるのは人間じゃありませんね。エイリアンです。古代の昔、エイリアンがですね、世界各地にこうしたカレンダーを残したということになるんですよ。これが、林浩のナスカ理論による証明ということになります。となりますと、カレンダー、まあ、モレーはカレンダーであったということになりますね。林浩の説ということになりますけども、モレーはカレンダーであった。すなわち、モレーカレンダー説はこうして生まれました。中央がですね、まあ、祭壇ですね。当時だ。皆さん、これから一年が始まりますよ。集まってください。頑張りも、今年も頑張りましょうね。と言ってやったんでしょうね。そして、1ヶ月は28日ごとに移動していくわけです。はい、今日は2ヶ月、3月。はい、3月になったよ。はい、4月になったよ。いいね、4月になったね。はい、5月ですよ。はい、6月ですよ。さあ、皆さん、ね。真ん中行った時に夏至になるわけですね。さあ、夏至の祭りです。ねえ、太陽が真上に来たぞ。さあ、言わましょう。わっせっせっせ、わっせっせっせ。そして、夏が終わると今度秋になります。そして、28日、28日、28日と言って、13回繰り返します。楽しいでしょ?ねえ。こうして、1年の、まあ、季節日数、月日を知り、そして、まあ、暦を知ったわけですね。そして、28×13 は364。一番上に来た時に、また一番下に戻ります。はい、戻りますよ。1年がまた始まりますよ。364に中心の1日を足して、1日お祝いをして、さあ、明日からも頑張ろうね。明日から新年だぞ、と言って、まあ、スタートしたわけです。なあち、ペルーのモレーはカレンダーでした。バイ、広し、林ということになります。で、まあ、もう一度このモレーのカレンダーを見ていただきたいんですけど、これがですね、灌漑用のシステムだとあなたは思いますか?ああ、結構なことですね。それともこれがカレンダーだとあなたは思いますか?どちらが合理性があるかということなんですよ。どちらが説得力があるかということなんですよ。どちらが役に立つかということなんですよ。何のためにどうして、そして古代人の気持ちになって考えてみてください。なぜこんなものを懸命に作ったか。畑作るなら広い野原いくらでもあるんですが、そちら作ればいいじゃないですか。そして手の込んだことをしてますね。これは全世界、どこの考古学者もこういう手の込んだインチキをしてますね。わざとこうして野菜を植えて、これは農業用の灌漑システムでしたよってことを、こういう形で示し、私たちを騙しているということになります。まあ、ということで、まあ、今日は少し激しい話をしましたけども、モレーはカレンダーでってあった説をですね、皆さんにお伝えしました。続くビデオをゆっくりとご覧ください。Bye for now! Hiroshi Hayashi, we present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kofun or burial mounds in Japan. Or, as a matter of fact,
Kofun means old tomb mounds. Are they really buried mounds, whatever they are? No, they are calendars for ancient people. Wikipedia explains about Kofun as follows. The Kofun period is an era in the history of Japan from around 250 to 538. The word Kofun is Japanese for the type of burial mounds dating from this era. The Kofun and the subsequent Asuka period are sometimes referred to collectively as the Yamato period. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a different idea. They are ancient calendars. 前方後円墳はカレンダーとしての機能を合わせ持っていました。証拠を添えてそれをこのビデオの中で証明します。まず皆さんに注意していただきたいことは、円筒埴輪、壺形埴輪などが前方後円墳の周囲にきちんと並べられていたという事実です。なぜでしょうか？何のためでしょうか？装飾のためでしょうか？儀式のためでしょうか？それとも祭りのためでしょうか？とんでもない。違います。古代の人たちは無駄なものは作りませんでした。生きるために必要なものを命がけで作ったのです。つまり、カレンダーです。前方後円墳の周囲に円筒形であるにせよ、壺形であるにせよ、埴輪を並べ、毎日一個ずつ何らかのトークン、つまり印を移動し、日にち、季節、そして一年を知ったのです。さらに何らかの儀式の日をしたかもしれません。つまり前方後円墳は現代の私たちが考えているよりもはるかに深い意味を持っていたのです。もっと言えば古代の人たちにとっては天文観測所でもあったのです。つまり毎日一個ずつトークンを動かし日にちや年を知るという方法は UK のエイブベリー、フランスのカルナク、さらにはラオスのジャールと同じ方式です。エイブベリーやカルナックではトークン、つまり目印の岩も見つかっています。現地では斧と言っていますが、斧ではありません。トークンです。同じ方式で前方後円墳もカレンダーとして機能していました。さらにこうした事実を裏付けるかのように、浜松の隣町の磐田市では、友形埴輪と呼ばれる簡易天文観測装置も見つかっています。北極星にそれを向け、冬至、夏至などの時の太陽の高度を知り、一年の始まりを正確に計算していたのです。簡易天文観測装置であることは、この私、林義氏が一年以上も前の2014年に証明しました。つまり毎日、前方後円墳の周りの埴輪で、トークンを移動させることにより、日にち、季節、年を知りながら、先の友形埴輪を使い、太陽暦を使い、微調整をしていたということになります。で、磐田市で見つかった友形埴輪と同じものが長野県の御代田町にあるということで、私とワイフはおととい、その御代田町へ行ってきました。浅間縄文ミュージアムです。現物をこの目で確かめるためです。が、場所はそこでよかったのですが、現物は別の博物館にあることが分かりました。ともかくもそこにそれがあったことだけは確認できました。つまり、磐田市で見つかった友形埴輪は、これによってただ単なる装飾品でないことが確認できました。天文観測装置です。しかも私の予想した通り、浅間縄文ミュージアムにあった友形埴輪は、台座の上に乗っていました。ビンゴです。つまり、前方後円墳と友形埴輪はペアで、天文観測装置として機能していたということになります。画面を見ながら説明します。まあ、現在ですね、浅間縄文ミュージアムの、まあ、玄関に飾られていた、まあ、土器土偶のですね、レプリカを見ていただきました。そして、これが浅間縄文ミュージアムの内部です。まあ、こうしてですね、縄文土器がですね、所狭しと、まあ、展示されていました。で、それらの分析は、まあ、次に回すことにしましてですね、まあ、ここに先ほど言いました、友形埴輪があるはずだと思いましてね、行ったんですけども、その写真はですね、このミュージアムでなされた時の展示会の、まあ、に展示されたものだったということでですね、現在はここにはありませんでした。まあ、場所は分かってますので、次回、行ってみますが、ともかくも、こうした土器、土偶がですね、こうして、まあ、展示されています。
皆さん、日本にはこれほどまでに奥深い、まあ、歴史、文化があったんですよ。この縄文土器のですね、模様以上に奥深く、そして、まあ、意味のある時代があったんですよ。で、まあ、これがですね、浅間縄文ミュージアムを代表する、まあ、土器ということになります。素晴らしいですね。まあ、本当に見たときにはため息が出ましたね。ほうって感じですね。ここまで精緻な土器を作っていたんですよ。そして、まあ、もう一度ですね、日本の古墳に話を戻してみたいと思います。まあ、こうしてですね、古墳の周りには埴輪がですね、ざらりと一列に並べられていたというこの事実ですね。何のためにどうしてということを皆さんも考えていただきたいと思います。まあ、壺型、あるいはその円筒型埴輪というのが、まあ、現在見つかっているわけですけどもね、こうして、まあ、並べられていたということです。この事実をどう捉えるかですよね。ただ装飾のためでしょうか、祭りのためでしょうか、それとも、まあ、今でいうフェンスのためだったでしょうかということになりますけども、そんなことのためにこんなものは建てませんね。建てても、まあ、置いてもですね、意味がないわけです。じゃあ何のためにどうしてかということですよね。しかし、この日本だけで考えていると、袋小路に入ってしまいます。まあ、これ今皆さんにご覧いただいているのは、まあ、復元ですけどもね、このように埴輪が並べられていたということです。このように、まあ、並べられているわけですね。ちょっと小さいので拡大していますが、まあ、こんな感じですね。で、さらに拡大してみますと、やはりこのように、まあ、復元、まあ、された様子でもですね、埴輪がこのように一列にきちんと並べられているということですね。そして何のためにどうしてかということですね。こういうのはちょうど3、4、5つ目ごとにこうして、まあ、埴輪が置いてあるところも興味深いですね。あるいは、ややこう隙間が、って言いますかね、互いの間に隙間が空いて置いてあるのもあります。ここなんかきちんと、まあ、並べられているのはわかります。まあ、このようにね、まあ、発掘されたものですから、このように並べられているというふうに現在ね、復元されて並べられていると考えるのは、まあ、ごく自然なことだと私は思います。で、これがですね、カレンダー説の、私のですね、カレンダー説の、まあ、根拠の一つとなりました。で、もう一つこの、前方後円墳、これは大占領ですけど、見ていただきたいんですけども、まあ、例えばですね、まあ、この、円筒埴輪がありますよね。これ探す、まあ、これこの方でいいですね。そしてそれをですね、順に並べています。この角に置いていますね。そして、ざーっと並べていくわけです。まあ、ちょうど周囲とか、あるいはね、20、30になっているところもありますけども、それはそれなりに、また別の意味があったと思われます。エイブベイリーもそうですね。まあ、円形にですね、大きな輪が3つ並べあって、その周りに岩が並べられています。まあ、このようにですね、前方後円墳の周りに、例えばですよ、これは私が考えたんですけども、このように、まあ、埴輪が並べられていた。何のためにどうしてか。何のためにどうしてか。ということになりますよね。で、ここ、まあ、先ほど言いましたように、この、まあ、前方後円墳だけを見ていたのでは、謎は解けないと思います。例えばですね、ほぼ長さが同じですから、91、91、91って、まあ、4等分するわけですね。そして、下をですね、例えば冬にする。そして、上の丸い部分を夏にするわけですよね。そして、91×4 は364になるわけですね。で、どっかで1日を足して365とすると。まあ、そういうふうにすれば、1年の、まあ、太陽暦における年、日数と一致するわけです。で、下の底辺を私は、例えば仮にですね、冬と置いて、それを左回りに、右回りに回っていきます。春です、夏です、そして秋です。ここが重要ですから、もう一回やってみますね。冬です、春です、夏です、そして秋です。まあ、しつこいですね。もう一回やってみますね。 Winter time、 Spring time、 Summer time、 And Autumn time となります。まあ、こうして4つの季節に4本を分けたというふうに考えられるわけですね。で、まあ、こうして季節を知ったと。そして1個ずつね、トークンを動かしながら、日にちを知って、季節を知って、そして1年を知ったということになります。まあ、例えばここを冬至としますね。冬の中心です。そして春。まあ、上がですね、夏至になりますね。ちょうど中央です。ですから、この辺りで何かの儀式をしたものと思われます。そして左が、春分ですね。そして右が秋分ということになります。こうして一年をしたわけですね。その間、まあ、いろんなね、埴輪の、まあ、置いてですね、この日はね、林浩司の誕生日だぞなんてね、祝ったのかもしれません。が、しかし、こうしたですね、前方後円墳が全国で700箇所以上登録されています。何のために、どうしてかということになるわけですね。で、まあ、これは、
大仙陵とその周辺の、まあ、古墳ですね。そして上が甲府の古墳ですね。長子塚古墳ですね。そしてこれが群馬県にある古墳です。まあ、やや形が違うと言いますか、しかし中の円形部なんかで、まあ、埴輪が置いてあったとするならば、ほぼ同じ形になるわけですね。そしてまあ、きちんと計算してみればさらに詳しく出てくると思いますけど、4つのその辺がですね、辺と言いますか、長さはですね、ほぼ同じじゃないでしょうか。で、それを裏付けるためにですね、先立ってですね、小牧市へ行ってきました。八田貝正則さんの案内で行ってきました。お元気ですか？そこの、まあ、古墳へ皆さんを案内いたします。小牧市です。この、のび平野という、まあ、今現在平野ですけどもね、まあ、以前はこの、海の中にあったわけですけども、ここは本当に意味のある場所だと思いますね。これが、青塚古墳ですね。で、この青塚古墳ではですね、壺型埴輪というのが見つかっています。そして、その壺型埴輪がですね、この前方後円墳の周囲にずらりときちんと、まあ、並べられていたということが分かっています。これが青塚古墳です。巨大な、まあ、古墳ですね。そして、この周囲には、壺型埴輪が並べられていたということが分かっています。このように、まあ、一部復元されてますけどもね、もう少し、この2倍の密度で並んでいたのではないかと思われます。まあ、その理由はもう少し後で説明しますが、ともかくもこのように、まあ、発掘された状態では、まあ、このような感じで並んでいたということですよね。まあ、そのまま、それをまあ、そのまま受け入れて、ここでは説明します。これが、青塚古墳の周囲で見つかっている壺型、まあ、埴輪ということになりますね。何のために、どうしてかということになるわけです。で、検証していますが、正確な、まあ、なんて言いますか、資料が手に入りましたので、ここに紹介します。これが青塚古墳ですね。そしてこれを4つのパートに分けます。それは先ほどと同じですね。向かって左の方が冬ということになります。向かって左の方を例えば夏にしますね。で、このあたりは、まあ、私の、これはまあ、あくまでも直感ですけども、愛知県あたりでは夏が長かったもんですから、夏の日にちがですね、このように今、ぐるっと円周を描いて、まあ、この日はみんな働けよってことになったのかもしれませんね。そしてその、現在分かっている、まあ、これは復元の上で分かっている壺の数をですね、計算しますと、176となります。2倍しますと、352となりまして、ほぼですね、なんて言いますか、1年の日数と、まあ、同じになると。で、まあ、なぜ170、まあ、正確には出てこないということは、あくまでも復元図でしてね。そこでこの図を、こちらの図の方を、まあ、先ほどの復元図って言いますよりもでね、こちらで発掘された、壺の、まあ、様子をですね、こうして、まあ、正確な資料として残っていますので、こちらの方で調べてみますと、どうもこの壺の並び方っていうのも、ややこうなんて言います、間隔が広かったり、あるいは狭かったり、あるいはきちんと並んでいたりっていうことはあったみたいですね。ですから、まあ、一概に言ってますが、計算上にですね、等間隔で割って、壺の数を数えるというのも、あまり正しくないんじゃないのかな、というふうに思いました。まあ、これ、底辺の分布は24個ですね。2倍して48。さらに2倍すると96ってことになりますかね。まあ、ともかくもこうして壺が並んでいたということです。で、まあ、これで、まあ、残念なことにね、まあ、これは復元、あくまでも、なんて言いますか、発掘された状態を、まあ、から計算してということになるわけですね。で、やっぱり計算しても、まあ、これで計算しても、やっぱり176という数には、それほど違わないんじゃないかなと思います。まあ、ともかくも、右の方が30、左の方が24ということになりますかね。かなり数が違ってくるということですね。プラスマイナス6という、まあ、エラーが出てくるということです。ですから、まあ、今現在、まあ、こうしたですね、壺、まあ、埴輪がですね、きちんと残っている、まあ、前方後円墳というのはありませんが、しかし、まあ、この青塚古墳の前方後円墳をですね、まあ、一つの手がかりとして計算しますと、やはり何らかの形で、ちょうど1年分、まあ、青塚古墳についてはね、2日に1周ずつ、まあ、トークンを動かした可能性もあります。そして、まあ、何らかの形でね、そうした、1日目、2日目というかで、今度は3日目か4日目に次の埴輪にトークンを移動させていくという方法であればね、1年が正確に、まあ、計算できたということになります。まあ、ともかくも、まあ、この青塚古墳のそのトーク、いわゆる埴輪の並び方は、先ほどお見せしました写真の、まあ、埴輪の並び方と違いまして、間がね、かなり空いているということですよね、わかりやすければ。で、ここでは2メートル間隔で配置されたということが分かっているそうです。ですから、まあ2メートルごとにね、埴輪を置いて、そして毎日、2日に1度ぐらいね、トークンを動かしながら、そして1年の、まあ日にちと、それから、季節と、そして、
日数を知ったということになるわけですね。おい、春だぞ、おい、秋だぞ、っていう感じでね。そして、まあ、これから夏だぞ、これからみんな働けよ、っていう感じでね。まあ、働けよっていうのも厳しい言い方ですけども、そういうことですね。で、結論、まあ、このアウスカー古墳に関しての結論ですけども、まあ、176という数字、私もまあ、大体そんなものかなというふうに計算し直してみました。で、2倍しますと、352となるわけですね。で、まあ、これは退院歴の354、純粋退院歴の354に近くなってくるわけです。純粋退院歴は354ですからね。これで計算しますと、352となって、まあ、エラーが2日ほど出ますけどもね。それは、先ほど言いましたように、埴輪そのもののね、数が不正確ですから、こうした数字になってきますから、まあ、ほぼ、純粋、2倍しますと、純粋退院歴の、まあ、日数と同じになる。そして、太陽歴と調整するために、先ほどの岩田市で見つかった、埴輪で、ね、天文観測装置を置いたと。私はそう考えています。その理由の一つがですね、ラオスで見つかった、まあ、ジャール平原にあるこの、まあ、奇妙な、まあ、やはり壺型岩ですよね。これは岩をくり抜いてね、現地では、酒を入れておく桶、いわゆるその入れ物としてね、使ったというふうに言われています。まあ、酒なんか入れるためにこんなことしませんしね、で雨が入りますしね、ということもいろいろ考えてしまうわけですけどもね、酒だって腐りますからね、洗うときはどうするんだとか、まあ、いろんな問題が出てきますから、まあ、酒の樽という考えには無理がありますね。この並び方というのは、今日コンセプトと青塚古墳の、まあ、コンセプトが大変よく似てるということですね。で、この、どうして、まあ、ジャール平原が、いわゆるまあロックカレンダーであったかという理由はですね、続くビデオの中で証明します。証拠を添えて証明しますので、私のナスカ理論を使えば簡単に証明できますからね。それを皆さんにお見せすることにします。で、まあ、このようにね、皆さん集まってくださって、私を案内してくださいました。どうもありがとうございました。で、岩田の、いわゆる簡易天文観測装置に話を戻します。まあ、これが何であるかということは、現時点では誰も知りません。私以外はね、これは天文観測装置です。それについてのビデオも、この後につなげておきますから、ぜひご覧になってください。で、これがですね、鴨の橋のような、まあ、様子になってるわけですね。そして中央には線が書かれている。そして星も書かれているんですね。北斗、市政の北斗、まあ、コンバザが書かれています。そしてまあ、こうした模様も書かれているということですね。そしてまあ、ちょっと見えますかね。円形部が極めて精緻に彫り込んでありますね。この丸の部分で小さい丸です。これはまあ、星を表して、そしてこの、日本の線がですね、正確に北極星の方向を向いているということですね。これをまあ、私はですね、前方後円墳の、まあ、どこかの中心部に置いてね、そしてこれで太陽暦を計算していたというふうに、まあ私は考えています。まあこれがですね、天文観測装置であることは間違いありませんね。で、このちょうど高さがですね、鴨の橋のがやや上向いてるってことからね、北極星の位置と一致するわけです。そして下にね、台座にはめ込むように、まあ、小さな台が作ってありますね。これを円筒埴輪にはめ込めば、ちょうど、まあ、なってますか、縄文ミュージアムで展示されていた、友型埴輪と同じ方式になるわけですね。で、ただメモリなどはね、復元されていて、まあ、このように消えてますからね、先だってどなたかメモリを数えたから、自分の説として発表していいかという許可を求めてきましたけども、答えはノーですね。それはもう引用のレベルを超えて、盗用の範囲に入りますからね。いわゆるまあ、はい。まあ、要するにこれがですね、この円筒部がですね、なだらかになっているのは、ここで光を受け止めるですね、ためるですね。いわゆるその、日の出日没の太陽の光を受け止めて、そして太陽の高度、いわゆる、まあ、持っていますと、北極星の方向を正確に知るためですね。で、ここに書かれている模様がですね、パレンケの、まあ、石棺、王の石棺に書かれている文字のコンセプトと似てるんですね。まあ、似てるというレベルの話で、まあ、違うと言わればそれまでなんですけどね、これも気になりました。どうしてこんなところにね、こうした模様が、まあ、やや、まあ、透かし彫り的な雰囲気で、書かれているかってことですよね。で、まあ、こういうふうに、まあ、描かれているということです。で、これが模様が、まあ、いわゆる、マヤのね、絵文字と雰囲気が似ているということですよね。で、話を友型天文観測装置に戻します。これが岩田市で、まあ、浜松市の隣のね、岩田市で見つかった友型埴輪ということになっています。結構大きいですからね、簡単に人間が持ち運べるような大きさじゃありませんよ。いわゆるセラミックですからね、もっと言えば岩と同じように考えていいわけですよね。で、これが、こういうものが見つかってる。まあ、これがですね、まあ、前方後円墳とペアになって、で、そして前方後円墳の方で、まあ、純粋退院歴であるにしろ、太陽歴であるにしろですよ。日数を知って、そしてこれがですね、まあ、こうした埴輪でですね、いわゆる、まあ、北極星の位置、そして一年の、まあ、当時、夏至を知って、微調整をしたと。まあ、そういうふうに私は考えます。そして、
こういうことから前方後円墳がですね、カレンダーであったという説を今日皆さんに披露します。で、これが、まあ、謎の物体ってこと言われてましたけどもね、まあ、友という言い方はおかしいんです。友というのはですね、弓矢を射るときに、まあ、腕にはめる輪のことですよね。で、もう一つこれ、どういうふうにして使ったかということを簡単に説明していきますと、この埴輪をですね、北極星に向けます。そして背中には、北斗星のね、星が刻まれています。これは北ですね。まあ、北です。そして右の方が東、そして左の方が西ということになります。そしてその太陽が昇ってくるときにですね、太陽光線を受け止めることによって、まあ、その影がね、ちょっとなだらかな型のところにできてきますから、それをメモリで受け止めて、そしてまあ方向を知り、まあ、したわけですね。そして、この位置がですね、続くビデオの中で証明しますけども、この対北極星の位置と、そしてその、いわゆる、まあ、共型、埴輪の、まあ、角度がですね、ちょうど、太陽の位置、高度と一致すると、まあ、北極星の時、その時の、北極星の高度と一致するということも、計算上で証明しました。ぜひご覧になってください。まあ、これがですね、友型、埴輪ということになります。で、これと同じものがですね、浅間縄文ミュージアムで展示されていたんですね。で、私たちはもう一度確認するために、一昨日行ってみたんですけどもね、日曜日だったんですけども、残念ながら、これはですね、写真を見せましたらね、これはね、以前、どこからから借りてきてね、そしてここで展示したもんですよってことを教えていただきました。まあ、残念でしたけどもね、こうしてですね、まあ、これは夕日、朝日の昇る方向の時が作る影をね、正確に知ることによって、まあ、なんて言いますか、メモリが下に書き込んでありますからね、で、それを見て、まあ、いわゆる、まあ、今、季節のうちのいつだということを知ったということになります。そしてですね、これ今、私で計算してますと、北極星の位置がですね、冬至夏至では高さが違うわけですね。それで計算してますと、ちょうどカモナラシの口になったようなところがですね、やや上を向いていると。まあ、これは下の台座がなくなってますからね、あくまでも、まあ、このままの状態で、まあ、台座がきちんとね、水平に、まあ、置かれているという、まあ、前提で見ますとですね、ちょうどこうなっていますか、岩田の夏至の高さと一致すると。そういうことですね。その時の北極星の高度と一致するということですね。で、これはですね、その線に、これは何回も作り直した後に発表したものですけども、もう一度簡単に説明しますと、ここが重要なんですね。というのは、これと、こうした事実があるということと、前方後円墳があるという事実とですね、いわゆる前方後円墳がただ単なる墓だという説の間にはですね、大きなギャップがあるわけです。もっと言えばですね、まあ、これは非常に天文観測装置で精緻なものです。そしてそうした埴輪がですね、まあ、前方後円墳の近くで見つかっているわけですよね。そしてそのコンセプトがね、非常に高度な天文観測装置であるという事実と、そして一方ですね、前方後円墳がただの墓であるという、まあ、コンセプトの間にですね、知的なレベルにおいてですね、大きな差がありすぎるということなんです。まあ、そういう意味でアンバランスだということになるわけですね。で、左下が岩田氏です。そして、まあ、これこの作詞っていうと書いてますけど、行ってね、現地の人にちょっとビデオを見せましたら、ここは作詞ではありませんって言われて、妙田町ですなんてね、若い女性の受付の方に叱られましたけど、ごめんなさいね。そういったところは割といい加減なもんですからね、まあ、まあ、はっきり言えばどうでもいいことですけどもね、これが左側ですね、浅間縄文ミュージアムに、まあ、展示されていた友型埴輪です。やっぱり台の上に乗ってますね。ですから、ここでまあ、これを確かめたから、くっついてるものなのか、あるいはもうきちんとこう、据え付けたものなのかって確かめたかったんですけど、まあ、それは今回はできませんでした。で、こうして比べてみますと、まあ、要するに、右のですね、友型埴輪というものが、装飾や、まあ、なんて言いますかね、そういった軽い目的のために作ったものではないということは、これでわかるわけですね。なぜかというと、同じものがあるわけですから。まあ、要するに、このスタンドにおいて使われていたということですね。これでもビビビッときたわけです。そして、このスタンド側によく見てくださいよ。下が太くて上が細いでしょ。これが本来の埴輪の置き方なんですよ、皆さん。日本ではどこ行っても、これ全部逆さまに置いてあるんですよね。奇妙なことですね。かえってその方が座りが悪いと思うんですけどもね。まあ、要するに、これがその日本の埴輪がですね、特に、まあ、なんて言いますか、円筒埴輪がですね、みんな逆さまに置いてあるんですね。展示してあるとき。ですから、陳列館の皆さん、この私のビデオ見られましたら、どうか逆さまに置き直してくださいよ。ね、古代人に対する侮辱ですよ。要するに、これが、いわゆるまあ、友型埴輪だってことで、台に置いて据え付けられて、そして、これと下のものと同じものが、いわゆるまあ、これからお見せしますけども、こういうふうに並べられていたということが、まあ、分かってるわけで、例えば、これはこのトークンとしてね、これは土偶ですけどもね、たまたま縄文ミュージアムにありましたのを、こうして拝借しました。これは全然時代がありませんからね、これは縄文土器ですからね、
こうして毎日、一日を動かすことによって、今日はね、何月何日だぞ、今日は何月何日だぞ、今日は何月何日だぞ、というふうに置いてったわけです。これをですね、仮に28、9個目か8個目に置けばですよ、もうそのまま純粋単位暦の月替わりに使えるわけですね。そして、先ほど言いましたように、いわゆるまあ、冬至から秋分、それから夏至、そしたら春分ね、それ夏至からそれから、秋分というふうに、春分というふうにね、置き換えれば、季節もわかるわけですね。古代人にとって季節を知るってことはもう本当に命なんですね。おーい、春だぞー、田植えだぞー、みんな出てこいやー。そして秋になると、おー、秋だぞー、みんな秋だぞー、収穫祭やるぞー、集まれよーと言ってね、村人たちが集まってこの周囲で祝った。それは考えられますね。そして先ほどの友方埴輪はですね、北極星を向いていたということです。そしてこれによって太陽暦を知り、そしてその季節を、一年の移り変わりをですね、正確に知ったということです。こうしてペアになって、いわゆる友方埴輪と前方後円墳がペアで機能したすなわち、前方後円墳はカレンダーなんですよ、皆さん。墓なんかじゃない。こんな墓なんか作るためにこんな無駄な大きなもの作りゃしない。また作っても意味がないでしょうが。どうしてそんな簡単なことがわからんのですか?と私は、まあ、少し興奮しました。しかし、まあ、皆さんもう一度考え直してください。ねえ。これが墓なのか、それとも、私たち古代人、日本の古代人の天文観測所なのか、もう少し冷静に見てくださいよ。そしてですね、そんなものが日本にあるはずがないんだ。日本人に天文観測所があったはずがないんだと言って、主張している先生方、考古学の先生方、あなた方は日本人を馬鹿にしてるんですよ。そうに気づきなさい、いい加減にも。ということが私の意見です。まあ、このようにですね、まあ、その上に置いたものは何かわかりませんけども、ちょうど大きさがあるんですね。これまた前後前に。だからね、この埴輪を置いて、あ、今日はね、10月6日だよ。明日は10月7日だよ。2015年、林博士がね、前方後円墳カレンダー説を唱えたのが2015年10月6日だよ。と言って、埴輪が喜んでいます。おいささっさ、おいささっさってなってね、まあ、楽しいですね。そうに考えた方が。皆さん、墓だと考えますか?これを。どうですか?どうして分かっていただけないんですか?なんてね、この埴輪の私と一緒に叫んでいます。ちょっと興奮しましたね。まあ、これぐらい強く言わないとね、皆さんの印象に残らないと思いますからね。もともかく皆さんの意識を逆さまにしてください。どこ行ってもこのように、いわゆる円筒埴輪が飾られています。そうじゃない。逆なんです。先ほどのね、縄文ミュージアムにあった、いわゆる友方埴輪の台座を見てください。このように置いてあったでしょ?すなわち、これが本来の据え付け方なんですよ。ということで、今日は前方後円墳カレンダー説を皆さんに説明しました。いかがですか?皆さんはどのように判断なさいますか?もし私の意見に賛成の方は、まあ、このビデオの高評価の方に一票入れてください。それで皆さんの反応がわかります。まあ、この3つのね、この後ビデオをつなげておきます。日本の歴史を変えるには、まあ、それくらいの時間がかかりますので、どうかご覧になってください。Bye for now. 広志林 will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Stonehenge, UK.As has been told in the history, Stonehenge has been subjected to many theories about its origin, ranging from the academic worlds of archaeology to explanation from mythology and the paranormal. Here is a new theory discovered by Hiroshi Hayashi, Japan. Stonehenge as a calendar. Stonehenge にはオーブレイホールと呼ばれる穴が隠されていました。そのオーブレイホールは純粋単位暦を表していました。その数を数えてみればそれがわかります。内側から29個、30個、そして一番外側が56個になっています。29と30を繰り返し6回、つまり12回、つまり12ヶ月分を合計してみてください。その数は正確に354になります。つまり 29.5×12 イコール354ですね。純粋単位暦でいう1年の日数と正確に一致します。
普通、純粋退院歴ではですね、1年を12ヶ月とします。そして1ヶ月を 29.5 日として計算します。まあ、これで計算しますと、1年は354日となるわけです。まあ、それに対して、ストーンヘンジの方ではですね、29日と30日を交互に繰り返すことによって、そして1年を354日としているわけです。まあ、純粋退院歴でも、ストーンヘンジの方でもですね、この方式によりますと、3年でちょうど1ヶ月分のエラーが出ます。そこで、純粋退院歴でも、ストーンヘンジでも、3年ごとにですね、1年を13ヶ月、1ヶ月足して13ヶ月として、退院歴と合わせて調整しています。で、問題はですね、今ここでお見せしますように、最後に残った56という数字の謎です。すなわち、ここの、まあ、ストーンヘンジもですね、エヴェリー、あるいはフランスのカルナックと同じようにですね、マーキングストーンを置いて、そしてカレンダーとして使っていたということになります。エヴェリーでもフランスのカルナックでも、オノと呼ばれているマーキングストーンが見つかっています。で、この一番外周部の、この、いわゆるその、オーブレイホールの数がですね、56個あります。で、この56のという数字の意味は何かということですけども、いろいろな方から、まあ、いろいろな情報をいただきました。が、今日は林浩司の、まあ、アイデアを、セオリーを皆さんに紹介します。この56は何かということですね。で、これについては、今日はじっくりと説明してみたいと思いますので、どうかご覧ください。もう一度繰り返しになりますけども、ストーンヘンジの方ではですね、29日、30日、29日、30日、これを繰り返すわけです。ジャニュアリーが29日、フェブラリーが30日、マーチが29日、そしてエイプリルが30というふうに繰り返していくわけです。あるいはこれ30、29、逆だったかもしれませんね。4月が現在でも28日が基本になっていますから、ともかくも354という数字が出てきます。こうして1年を繰り返すわけですね。まあ、つまり、純粋退院歴である。という基本に、がここから生まれてくるわけです。そうしますと、56という数字は何かということになるわけです。で、もう一つこの、まあ、正確なエヴェリーの、いわゆるオーブレイホールという、まあ、言われている穴をご覧ください。このようにですね、中心から青が来て、ずっとここでグリーンにちょっと、跳ねてますね。ここが絶妙なんですね。まあ、つまり、29から32日にここで移りますよということを示しているわけです。で、問題はですね、この56は何かということなんです。まあこれがずっと謎だったんですね。で、私も、まあというか私も考えた方式を、セオリーを皆さんに今日はお伝えします。56とは何かですね。これをまあ分解してみればわかるわけです。56という数字です。ここからはもしできればね、電卓などを用意してご覧いただくとわかりやすいと思います。56という数はですね、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月、プラス19という数字が残るわけです。12、12、13。これはエイブベリーと同じ方式です。そして月の見かけ上の1ヶ月は 29.530589 ですね。これはまあ、退院歴の、まあ、1ヶ月の長さで、日数ということになります。それが12倍しますと 354.367068 ということになりますね。ここでエラーが生じてくるわけです。1年の長さは、今これからお見せしますけども、実際の長さは 365.24210 なんですね。で、それを、から今のエラーを引きますと、ちょうど1年ごとに 10.875122 日のエラーが出てきます。すなわち3年ごとにでちょうど1ヶ月分のエラーが出てくるということですね。で、それで計算しますと 32.625368 というエラーが出てくるわけです。そこで、この 32.625366 を調整するために1ヶ月足して 29.530589 を引きますね。まあ、それでもエラーが出てくるんですね。まあ、約これでざっと計算しても3日前後のエラーが出てくるわけです。すなわち3年ごとにですね、1ヶ月足してもエラーが出てくるわけですね。この 3日という数字をどうするかですけども、そこでですね、3日というものを積み重ねていきますとですね、ちょうどですね、9.5 回目って言いますかね、いわゆる3年ごとに調整して、さらにそれを 9.5 回繰り返しますと、ちょうど1ヶ月分のエラーが出てくるわけですね。ところに 9.5 という数字は非常に分かりにくいですね。まあ、エブベリーの方ではちゃんと27という数字をの数の石を置いてますけどもね。まあ、分かりにくいものですから 9.5 を2倍して19回目ということになるわけですね。いわゆる3年ごとに調整するんだけど、さらにそれを19回繰り返しますと、ちょうど2ヶ月分のエラーが出てくるということになるわけです。まあ、ここでまあ年としたのはこれ見せて間違いですから、回に置き換えてください。つまり 19×3 年ごとに2ヶ月を加えて調整すると。その19という数字が、ここに、まあ、表現されているということになります。それがストーンヘンジの、まあ、カレンダーとしての役目ということになるわけですね。で、まあ、
まあ、3年ごとに3日のエラーが出るんですけどもね、それがまあ 9.5 日で、まあ、9.5 回繰り返しますね。ごめんなさい。9.5 回繰り返しますと、そうちょうどまあ1ヶ月分出るんだけども、9.5 回というのは分かりにくいものですから、それを2倍して19にして、まあ、19回ごとにですね、分かりやすければ 3×19 ということになるわけですけども、年ごとにまあそれを調整して、まあ、あの2ヶ月を足すという方式を、まあ、取っていたということになります。これが、まあ、林浩の、まあ、ストーンヘンジの、まあ、セオリーということになります。まあ、ずっと見ていただきますと、1ヶ月は29、それから30ということを繰り返すわけですね。そして、まあ、1ヶ月ごとに繰り返す。これ逆かもしれませんね。先ほど言いましたね。なぜかと言いますと、2月がですね、今、28になってますから、これに全体に1日を足して調整したのが、現在私たちが使っているカレンダーということになります。まあ、ともかく、いわゆる、まあ、退院できてですね。で、この56歳は何かと言いますと、今言いましたように、12足す12足す13足す、まあ19という数字がここから生まれてくるわけです。で、12ヶ月、1ヶ月はですね、29日、30を繰り返して、3年ごとに調整して、さらに、それ後ですね、19年ごとに、19回ごとですね、3×19 年ごとになりますけども、で、調整していくということになります。これがストーンヘンジのカレンダーとしての、まあ、使い方ということになります。いわゆるの、オーブレイホールのね、発見されたことによって、ストーンヘンジの謎が解けました。それを今日は皆さんにお伝えしました。続くビデオもどうかご覧ください。なお、内容的に矛盾するときにはですね、今まで述べてきたことを優先してください。バイ。Hello, this is Ransuke and Hiroshi Hayashi, Japan.Stonehenge UK was a calendar, I say, and Ransuke-san, a friend of mine, has discovered a new evidence which backs up or support my theory. I'm very pleased to show you the evidence as well as my theory in this video clip, for which I thank Ransuke-san very much. Stonehenge はカレンダーでした。それを裏付ける証拠がランスケンさんより届きました。それを皆さんに紹介します。これが現在私たちが使っているカレンダーですね。が考えてみればおかしなことなんですね。31日ある月もあれば、30日ある月もあります。そして2月は28日になったり、29日になったりしますね。なぜこんな風にバラバラなのでしょうか。で、ストーンヘンジの時代にはどんな風であったか、それを考えてみたいと思います。まあ、ストーンヘンジの時代にはですね、今のようなカレンダーでなかったと思われます。29日、30日。29日、30日というように、まあ、交互に29日の月と30日の月があったものと思われます。まあ、純粋単位的に基づくものですね。そして、59×6、すなわち354日。これがまあ純粋単位暦の1年の日数ですが、3年ごとに調整する必要が出てきます。すなわち、3年ごとに13ヶ月になるわけです。で、検証しています。ランスケさんがこんな資料を届けてくださいました。まあ、前回調べたときにはですね、この、一番中心部に近い穴の数が28なのか29なのかはっきりしませんでしたけども、今回ランスケさんが届けてくださった資料によれば、はっきりと29個であることがわかります。皆さんご自身で確認してください。まあ、これが残っていたストーンヘンジの見取り図なんですね。で、中心に29個あります。間違いありませんね。29の穴です。そして2番目の列には30個の穴があります。29と30、これで謎が解けました。合わせて59個になります。が、それだけではないんですね、皆さん。この穴の、まあ、配置って言いますかね、に注意してください。もう一度見てみますと、ここなんですね。これが正確な配置図ですけども、29。第1番目の列がですね。そして次の列が30となっているわけです。
で、ここの赤い枠で囲ったところを見てください。ここが斜めになっていますね。で、ずっと線でつないでますと、螺旋状に29が30につながっているのがわかります。ここなんですね。すなわち29、30、29、30と続くことを意味しているわけです。で、結論は簡単なんですね。このストーンヘンジはですね、古代においてカレンダーとして使用されていました。エイブベリー、フランスのカルナックと同じようにです。で、冒頭の話に戻りますが、なぜ私たちが現在使っているカレンダーがですね、30日ある月と31日ある月があるかということです。それについては私はこう考えています。左がストーンヘンジの時代のカレンダーです。が、このカレンダー、すなわち純粋太陰暦のカレンダーによればですね、毎年11日のズレが生じていきます。そこでこの11日を2月を除く各月に分配します。そして現在のカレンダーの原型ができたものと思われます。まあ、ただ、数字がやや違いますのは、その後ですね、いろいろな操作がなされたからだと考えています。ともかくも、このように考えますと、なぜ現在、私たちが使っているカレンダーがですね、30日と30日あるかということが説明できると思います。Thank you very much for your watching. そして、ランスケさん、どうもありがとうございました。これでさらにストーンヘンジの、カレンダー説を裏付けると同時に、謎を解くことができました。バイ !Hello! This is Ransuke and Hiroshi Hayashi, Japan. Stonehenge was a calendar. It's proof and evidence. I say it here again that Stonehenge was a calendar for ancient people. It is my pleasure that I can talk about the mystery of Stonehenge and my ideas together with Ransuke-san's ideas that Stonehenge must have been a calendar for ancient people.According to the article attached to the bulletin board of my website, the old Stonehenge was destroyed by the owner of the property at least before World War II and reconstructed after the war in 1952. So the Stonehenge we see now is the one which was reconstructed after the war in 1952. In Japanese,ランスケさんがこんな資料を届けてくださいました。それによりますとですね、古いストーンヘンジはその土地の所有者によって破壊されていたというのです。で、その前にですね、その当時の記録を残した人がいました。それがジョン・オーブリーって方なんですね。で、その方が古い記録を残しておいてくださったおかげでですね、今日改めてストーンヘンジの検証をすることができるようになりました。この方がジョン・オーブリーです。で、その前に簡単にウィキペディアの日本語版を見ておきたいと思います。これがその当時の多分ジョン・オーブリーという人が書いた、スケッチだと思います。で、ウィキペディアの方はですね、例によって例のごとく祭りという説なんですね。いわゆる、聖なる場所であるとか。そして、いわゆるそれぞれの季節の変わり目の時にですね、そこで祭りをしたと。そういう説はあります。しかし、カレンダー説はどこにもありません。それを皆さん、しっかりと確認しておいていただきたいと思います。死者に敬意を払い、一直線に並ぶ、当時の日没を拝んだと考えられていると。そういうことなんですね。で、検証してみますと、大変興味深いことがわかります。このストーンヘンジの周りには、穴が掘られていました。これをオーブリーホールと言います。で、それを数えてみました。まず、中心部から見て、2列目の穴ですけども、ここには30個の穴があります。30です。で、一番内側の1列目には28個の穴があります。28です。そして一番外側の円の中には56個の穴があります。で、内側から数えてみますと、28、30、56となるわけですね。で、この穴が何を意味するかということなんです。で、いろいろ考えてみたんですけども、数が合わないんですね。で、私はこうして調べている過程の中でですね、
一つの奇妙な事実に気がつきました。それは一つ穴が欠けているということなんですね。Missing hole です。この中心に一番近い一列目の穴を見てください。ここの部分です。ぐるっと、まあ、なってますか、均等に穴が掘られているんですけども、ちょうどここの部分に穴がありませんね。で、こうしたことは前、エブベリーで調べていた時もありましたので、私はここに穴があったはずだと考えました。ここに穴があったはずだと。となると、一番内側の穴の数は28ではなくて29なんです。このエブベリーの、まあ、石ですね、岩ですね、についても同じことが気がつきました。通りの入り口って言いますか、入り口のエントランスには2個ずつ大きな岩が並べられているんですけども、向かって左側のこのエントランスには1個しか岩が並べられていません。道の両側にですね、2個他のところにあるんですけど、ここには1個しかないんですね。ここです。向かってって向かって、下の方には1つありますけども、道の上側に1つありませんね。他のエントランスには2個ずつあるんですけど、ここには1個しかない。ということで、ここには1個岩があったはずだと考えて、1を足しました。すると、エブベリーの謎は解けました。同じように、ストーンヘンジも、ここに1個、もう1個穴があったはずだと考えました。そして、28を29にしましたら、謎が解けました。まあ、ここに、まあ、この、まあ、私の説のですね、まあ、一つの弱点があるといえば弱点ということになるわけですけども、30、28、56という数字を変えて、30、29、56としました。すなわち、ここにミッシングホールが一つあると。で、それを28に1を加えて、29としました。そうしますと、もう、スルッとと言いますかね、謎が解けたわけであります。で、29、30というふうに6回繰り返しますと、これが354になります。いわゆる退院歴の1年の日数ということになります。退院歴ですね。で、あとは3年ごとに1ヶ月足せばいいわけです。上は単位歴の正確な数字です。354日足す、.36707 なるんで、その数になるということです。と同時に、今度はもう一つ、一番外側の丸ですね。この56は何を意味するかですけども、ランスケさんが56あるには28、28×13 は364ということを教えてくださいました。この数字には、見覚えがありますね。28×13。28×13。すなわち、4×7×13 なんです。これは何を意味するかですね。実は、これはですね、トランプなんです。トランプはカレンダーであった。ということを以前説明しましたけども、4列、4組、13枚ずつ、そして1枚のカードをですね、7回数えながら進みますと、364になります。それにジョーカーの1を足して365。このようにして、まあ、古代の人は、曜日、日、月、そして季節を知ることができました。同じコンセプトで作られたのが、チェチェンイッツァです。側面の階段は91段ずつあります。それを4倍すると364。それに、最上部の1段を足すと365。このように階段を1段ずつ動きながら、日にち、月、季節を知ったわけであります。で、同じように今度はストーンヘンジなんですね。このストーンヘンジを見てみますと、先ほど言いましたように、中心から2列目までは、これは単位歴。そして56というのはトランプカードと同じ太陽歴を表すものだということです。29、30、そして56なんですね。こうして、まあ多分何らかの形で毎日一コマずつって言いますかね、一つずつ移動しながら日にち、月、そして季節を知ったということです。そして354というのは太陰暦であり、56は太陽暦を表している。すなわち、ストーンヘンジは太陰暦と太陽暦の両方を示しているということですね。もうこの
カードの使い方、カードを、まあ、カレンダーとしての使い方は、この後にビデオをくっつけておきますから、どうぞそちらの方をご覧になってください。そして、もう一度最初の話に戻りますが、ストーンヘンジです。そして、まあ、トランプカードですね。そして、チェチェン・イツァのピラミッドです。エイブ・ベイリーです。カーナック、フランスですね。そして、ラオスの、まあ、遺跡ですね。そしてみんな、タロットです。最後に、銅鐸です。これらは皆、カレンダーだったということですね。古代の人々にとって、月、季節、日を知ることはとても重要なことであったわけです。ということで、まあ、今日は、ストーンヘンジのカレンダー説について説明しました。では続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! なお、カード、トランプカードについてのビデオは19分18秒から始まります。Bye for now! Hello, this is Naka in Vietnam.And Hiroshi Hayashi, Japan. The answer to the mystery of Jar's plane, Laos, rock calendars. ベトナム在住の中さんから久しぶりに情報が届きました。中さんがラオスでこんな列石を見られたそうです。で、これは何かということなんですね。で、中さんのメールを読みます。It says, hello Hiroshi, and we've been to Laos National Museum and something, and he saw sort of a very strange rock alignment and jaw planes in Laos. And there are about 500 rocks like this, and each got in a hole, and they say they were used for sort of a tanks or, you know, for...kind of tanks for wines and liquors. And, これがまあ中さんが見られました、あの、strange、奇妙な岩なんですね。で、穴が開いてて、中には水が溜まってたと。現地では酒を貯めておくための、まあ、入れ物として使われてたというふうに説明されているそうです。で、じゃあ、ラオスのジャール平原はどこにあるか。まあ、ちょっと見てみます。ラオスですね。これがジャールプレインですね。ラオスです。ジャールです。で、確かに平原でなってて、この中心部あたりにそれがあるようですね。写真がこのあたりに集中しています。で、写真を拾ってみますと、これがラオスのジャール平原の、列石です。で、この列石を見て、最初に思い出すのが、フランスのカーナック列石ですね。カーナックにあります列石です。それをちょっと比較してみますが、これがカーナックです。まあ、前にも精査して、これはカレンダーだという結論を出してますけども、もう一度簡単に、ここで皆さんにお見せしておきます。これがカーナックの列石です。なぜこれがカレンダーかというのは、確たる証拠があるからです。で、まあ、カーナクにもこのような石が並んでいるということなんですね。で、カーナクと並べて考えなくてはいけないのが、UK のエイブベリーです。エイブベリーはこの後、これがカレンダーであることを数学的に証明いたしますので、動画をご覧ください。これがエイブベリーの、列石ですね。やっぱり大きな岩がこういうふうに並べられているわけです。で、これは何かということですけども、断言します。カレンダーです。で、その復元図がですね、いろいろな学者によって出されていまして、まあ、二人の学者によってですね、あの、復元図が、あの、出されています。これがその復元図ですね。書かれています。これがその復元図です。で、ゾーン A、ゾーン B、ゾーン C、ゾーン D と分かれていくわけですね。これがゾーン C。で、ここにね、29の石があります。29の石があります。で、真ん中にちょんと、あるのが月ですね。このゾーン。で、1年はですね、見かけの日数は、いや、公転周期は 29.53 日、覚えててくださいね。
29.53 日。で、そうしますとね、1年とこう、ずれが生じてくるんですね。ちょうど、なんて言いますか、3年ごとに1ヶ月分のずれが出てきます。ここを見てください。3年分に32日の余分が出てくるわけですね。そこで、純粋対比的では 3年ごとに、1年を13ヶ月としたわけです。そして、調整していきます。そうすると今度は、まあ、引きすぎるわけですね。そして27年目になりますと、ちょうど 28.42 日余分に出るわけです。そこで27年ごとに、13ヶ月にするところを12ヶ月にするわけです。エーブベリーはこの方式に従ってますね。これがエーブベリーの基本形です。そして4つのゾーンに分けまして、そして、まあ、2つの輪があると。で、この数字に注目していただきたいんですけども、12、12、13に一番外枠がそういうふうに分かれます。そして、右下が 29.5 日。ちょうど 0.5 のところに石が置いてありますけども、そして27年ごとに、また13ヶ月を1ヶ月減らして12ヶ月にするという意味です。12ヶ月、13ヶ月。これは純粋対位歴の数字と一致します。詳しくは続くビデオをご覧ください。そして27年目ごとに、13ヶ月を12ヶ月に調整するわけですね。で、もちろん 29.5、29日というのは、いわゆる1ヶ月の日数です。そこでこうした斧が見つかってるんです。斧ですよ、皆さん。そしてこの斧ですけども、これは斧じゃありませんね。これはエブベリで見つかっている斧ですけども、斧ではありませんね。このマーキングストーンを毎日動かすことによって、そしてカレンダーとして機能させたわけです。誰かね、毎日朝かいつか知りませんけども、その石のそばにこうして置くわけですね。まあ、こんな大きなものじゃありませんでしたけども、まあ、ちょっと見やすく大きくしましたけども、こうして毎日移動していくわけです。そして29回、29のところ一周したら、というふうにまあ、1ヶ月進んでいくわけですね。こうして、標準時をこうして設定したわけです。で、これが斧ではない。これがマーキングストーンだということが、これでお分かりいただいたと思います。もちろん、これも林博士説です。では、カーナックはどうかということなんですね。じゃあ、なぜ私がカーナックが、カレンダーであるかという、まあ、結論を出したかという、これから証拠をお見せします。ただ、カーナックはですね、岩がですね、かなり崩れています。この本の中に、こんな奇妙な記述があります。カーナックでも同じマーキングストーンが見つかっているんです。一番下にあるのがそれです。これがカーナックで見つかっている、まあ、石ですね。エヴェリーと同じようなコンセプトで作られた石です。まあ、この石がですね、なんて書いてあるかというと、斧と書いてあります。斧なんかじゃありませんね。もう皆さんお分かりですね。お祭り用に、for festival のために使われた、斧だと。まあね、なんでもお祭りに従うんですね。古今東西、世界の学者の脳みそはみんな同じですね。これはマーキングストーンです。じゃあ、この斧をどのように使ったか、まあ斧じゃない、マーキングストーンをどのように使ったか、今、先ほどと同じように、置いてみます。今日はここだ。ね、12月、今日は21日、22日になりました、23日になりました、24日になりましたというふうに毎日こう石を移動させることによって、カレンダーとして機能させたわけです。すなわち、これらのマーキングストーンがエイブベリーとカーナックをつなぐ接点だということになります。上がエイブベリー、下がカーナックです。こういうことを発表しましたら、エイブベリーの学者から大変辛辣なメールが届きました。まあいいです。それでこうして、まあ、このマーキングストーンを置いて、そして日にちを知ったわけですね。じゃあ、このことをナスカ理論によって証明してみましょう。エイブベリーからナスカに線を引きます。そうしますと滑走路がちゃんと見つかるんですね。この滑走路です。このあたりは、いや古い遺跡が集まってますし、重要な遺跡ですね。ライン、これがエーブベリーから来た線です。もう一度やってみますか。注意深くご覧ください。右上から来て、そして滑走路の端を通りますね。これが、まあ、エーブベリーから来た線です。次に今度は、ジャール平原、高原、平原からのラオスのね、ジャール平原から線を引きます。ただ、ほとんどもう2万キロに近いところですから、注意深く引いてください。これがジャール平原から引いてきた線です。注意深く、ジャール平原の点を上手に取ってくださいよ。中心に取ってください。そうしますと、ここへ行きます。皆さんご自身でご確認ください。いいですか？ここです。
さあ、先ほどのエイブベリーからの線と両方、2本並べています。これがジャール平原の線。左側がエイブベリーからの線です。ここで重なりましたね。このようにナスカ理論にした、ナスカではですね、それぞれ関連のある地点がこのように一点に交わるということが交わります。結論です。これら3つはですね、これはエイブベリー UK。これはもう明らかにカレンダーです。その続くビデオの中からさらに詳しく説明します。上がカーナックです。マーキングストーンで繋がりました。二つとも、カレンダーですね。マーキングストーン。そして、右下が、ラオスの、ジャール平原です。これはナスカで繋がりました。すなわち、これら三箇所は同じコンセプトで作られた、ロックカレンダーであるということです。このようにして使うわけですね。やはり毎日同じように岩を移動させながら、まあ、移動の詳しくは、どういうふうに並んでいるか私はわかりませんので、また中さんにお尋ねしたい、聞きたいと思っています。中さん、これは大変な資料でしたね。こうしてアジア、東南アジアにもロックカレンダーがありました。もちろん日本にもありましたよ。ああ、銅鐸がそれなんですね。まあ、それはいいですけども、こうして、古代の人たちは、年と日を知ったわけです。続くビデオは、アイブビリーの謎を解くものです。どうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is C-Star Orion and Hiroshi Hayashi in Japan. House use calendar in ancient times.Cars for calendar. 古代の家庭用カレンダー。トランプはカレンダーであった。という大変驚くべき情報がシスターオリオンさんからもたらされました。これが皆さんご存知のトランプですけども、なぜ13枚あるのか。なぜ4組あるのか。皆さんはお考えになったことがあるでしょうか。シーサー・オリオンさんがですね、このトランプの謎について明快な答えを教えてくださいました。今日はそれを紹介します。後でもう一度詳しく検証してみますがですね、シスターオリオンさんは、トランプはカレンダーであったと主張なさっていらっしゃいます。検証してみます。まず、13枚のカードがありますね。で、4組で、52枚になりますね。それを7倍しますと、まあ 13×4×7 になります。すなわち364になって、それにジョーカーを加えますと365になります。そして縦に見ていきますと、7、1週間ですね。7、7、7という数字が出てきます。まあ、このことは直接これから説明することとは関係ありませんけども、まあ、縦に見てもですね、28×13、364、それにジョーカー1枚を加えますと365になります。検証してみます。シスター・オリオンさんはこのように説明してくださいました。少しわかりにくいので図解してみます。まず7つのマスを作ります。この7つのマスは日月火水木金土に該当します。そしてスペードの位置を毎日1枚ずつずらしていきます。そして、いっぱいになったら次に、今度はスペードの2を先頭に置きます。
そして同じように1枚ずつ毎日ずらしていきます。こうして次は3ということになりますね。3を同じようにずらしていきます。で、3、今度は4になりますね。同じように毎日ずらして5、6、7というようにずらしていくわけです。そして、まあ、キングになりましたら、今度は、まあ、この場合はですよ、ダイヤのキングというふうに最後にダイヤのキングになるわけですね。そして計算してみますと 7×13×4 の365と、このようにして、まあ、それにジョーカーを加えて最後にね、365、1年を知ることができた、できましたというわけですね。このカレンダーの優れているのはそれだけじゃありませんよ。まあ、こうして日、月、火、水、木、金、土と置いてみますと、毎日1枚ずつを移動させることによって曜日が分かりました。が、それだけではないんですね。カードを使うことによって4つの季節を知ることができました。春、夏、秋、冬ですね。そして、それぞれの色をですね、この季節に当てはめてみます。まあ、これはどれが春でどれが夏かということは、これはまあわかりません。私は春夏は赤色ではなかったかなと思いますし、まあともかくもそれは重要じゃないんですよね。そして同じように置いてみます。13×4、364になるわけですね。かける7でね。13×7、91日。同じように、夏も91日。秋も91日。そして冬も91日となるんですけども、ちょうど色が変わるところで、冬至から春分。まあ、ここが冬至ですね。そして90日が終わると春分になり、次の91日が終わると夏至になり、次の91日が終わると春分になり、そして1年が終わります。そして元に戻るわけです。もうお分かりですね。これほどまでに、まあなんて言いますか、正確に季節を表すということは、もうカードが単なる遊び用の道具でなかったことは分かります。日にちが分かります。週が分かります。そして、まあ月齢と言いますかね、月が分かります。そして年も分かり、さらに季節も正確にこのカードで知ることができます。結論から申し上げます。私たちがトランプとして使っているカードは遊び用の道具ではありませんでした。このカードを使って、まあ家庭でですね、カレンダーとして使うことができました。すなわちこのカレンダーはもちろんエイリアンによって発明されました。理由は簡単なんです。人間が太陽暦を知る以前にですね、すでにこのカードはあったということです。